おはようございます。おはようございます。2016年12月の10日、土曜日、今日、そうですね、今日は、私、梶岡安子が、司会をさせていただきまして、世界を旅するヒーラー月子、ということで、月子さんをご紹介させていただきたいと思います。彼女は、世界旅行記、時々スピリチュアル、世界で光を下ろし、愛の波動を広げていますというブログも書いてくださってますので、よろしければ皆様と後でお読みいただければなと思います。では、月子さんをご紹介したいと思います。おはようございます。はい、おはようございます。こちら月子さんですけれども、はい。月子さんの、では、そうですね、今日、こちらに、ご出演していただきましてありがとうございはます。い、はい、こちらこそよろしくお願いいたしま月子さんは、いろいろと、世界各国を、行かれてるようなんですけれども、そして、スピリチュアルということで、い。はい。いろんな、そうですね、お勉強をされたりとか、そうです私ね。たちと同じような、そうですね、ヒプノセラピストでありますあ、はし、い、そうですね。いろんなそういう観点も持ちながら、旅行もいろいろされているところで、まあ、スピリチュアル TV の、放送としてもね、なんかすごく興味深いなと思ってるんですけれども、私たちこの、ヒーラーというか、ヒーリングをする方も、聖地をよく旅されてるっていうところを見るんですけれども、やはり月子さんもそういう、どうですかね、聖地をいろいろと巡られているんでしょうか。まあ、仕事的には、一般のお客様を対象にということなんですけれども、自分でプライベートで行くときなんかは、特にそういった、スピリチュアルのところとかを中心に、最近は行くようになってます。ありがとうございます。じゃちょっと月子さんにいろいろとご質問をしていきたいかなと思ってますので、まず今日このスピリチュアル TV に出ていただいたんですけれども、まあ、その、きっかけになったっていうところをね、お話ししていきたいなと思ってるんですけど。そうですね。はい。で、今回ですね、こちらのテレビに出させていただくきっかけとなったのが、今ね、お話し司会されてるあんこちゃんと、たまたま私が仕事がですね、少しお休みに、突然お休みになりまして、で、そこで、今年、3月にですね、沖縄で、ヒーラーさんをされている、宮崎ひろみさんという方、あと、皆さんご存知の、セラピストにもいらっしゃる宮崎ひろみさんと、そして、恵美子さんという、3人のヒーラーの方とご一緒宮に、崎真澄さんでしたね。そう、真澄さん、さんあ、そうと、です、真澄さんと、あと佐ひろみ々木、さんと、佐々木恵美子さんと3人で、主催をされた、企画されたエジプトの、聖地を巡るというね、そういった旅の方に、参加をさせていただいて、その時の、メンバーだったのがあんこさんということで、そこからのスタートになるんですけれども、たまたま、仕事がお休みになり、突然お休みになりまして、で、その時に、エジプトの方に行かれました宮崎真澄さんと、それからですね、ユウさんという、北海道の方で、小樽の方で、さまざまな活動をされている方の、講演会が実際あったんですね。で、それに参加をしまして、行ってみたら、
本来は、まあ、講演会だけと私は思ってたんですけれども、そこでたまたまあんこちゃんが突然登場してということで、そこからあの流れはねスタートしたんです。そうですね、あの、はい、先日本当つい、先週でしたかね。そうなんです ね、はい、私もあの宮崎ますみさんの、ヒプノセラピーを少しね、最近習いに行ったりとかまあ習いというか、もう本当にあのちょっと憧れの人だったんでね、あの伺ったりとかしてて、ますみさんが大阪に来るっていうので、ちょうど本当に、その日の夜が空いてたので、あの前日に知って、すぐ申し込んで飛んで行ったんですけれども、ね、あの智子さんもほとんど海外、あ月子さんね、月子さんも本当ほとんどあの海外にあのいらっしゃなってあのフェイスブック拝見してって、あもうあの今日はこうあのニュージーランドとか本当にこう世界中をこうねあのすごいないいなと思いながら拝見してたらね、あのたまたまお休みになられたんですね。そうなんです。でそこであの私はね、村松優さんと、増美さんのお二人の、まあ、講演会ということで行ったんですけれども、そこでね、あんこちゃんと久しぶりに本当にあのエジプト以来に再会して、そこであのたまたまあのお話の後あの、食事をするってことで、そこでねお話が始まったんですけど、ふとしたところからあんこちゃんからお誘いを受けて、で私もあの前から、まあ、こんな皆さんに何か伝える手段があったらいいなと思っていたので、そこであちょうどあこれは面白そうということで、うん、はい、お話が、ね、決まっていたんですけれども、でこの、お話が決まった翌日も、あんこちゃんと一緒にねいろんなの神社をちょっと巡らせていただいてという、ね、機会がありまして、まあ、せっかくあの、まあね、あの大阪に大阪の方じゃないのでね、月子さんがね、はい、せっかく大阪にあの来られてるっていうので、まあ、私も、まあ、本当それもあの時間がねあったんで、空いてたんで、あの、まあ、ちょっとせっかくなんで、サムハラ神社っていうところとね、あと、まあ、もあんまり遠くへ行けなかったので、大阪 の、 あの市内にある、住吉大社っていうね、住吉大社、はい、この、 あの、2つのこう神社にあのお誘いさせていただいたんですけれども、はい、でね、その時にあの社内で、ね、お話ししていた時、はい、あの話題で出てきたのが今年、ね、亡くなられたあのテリーさんのお話をずっとこう聞く機会があります。私は実際にあの生前にお会いしたことはないんですけれども、なんかやたらとテリーさんがこう私のところにいろんなことであの見えない世界なんですけれども後押しをしてくださっているような気がして、であのサムハラ神社に行く時もたまたまその話をしてたら、あここちょうど今だったら行けるからということであんこちゃんがねあの連れてってくれたんですけど、その要所要所で何かあの私の、中にこう見えない存在なんですけれども、ずっと彼の存在を強くその日感じまして、まあ、その後もね、続いていたんですけれども、そういったあの今現在は見えなくなった光の世界の方との何かこうやり取り、彼の存在をすごく知らない私があの感じていたというのも一つあのこのテレビに出させていただくきっかけになったと思います。そうですね。で、なぜそう、はい、あの、月子さんが、そういうのを感じるかっていうのは、月子さんは、はい、あのいろいろこうあのお勉強されてますよね。あのあそうです。例えば、チャネリングであったりとか、はい、まあ、ヒプノセラピーであったりとか、はい、キネシオロジーもそうですよね、はい、いろんなことをねこうあの学んでこられて、されてるのと、もともとあのそういう、直感があの鋭いっていうようなこともあって、あそうですね、一応あのすごく霊能者とかとは違うんですけど、でもあの普通の方よりか、まあ、若干この直感とか、まあ、基本的には直感時間があの結構左右するっていうこともあの人生の、ね、節々にはあったんですけれども、こういったことを目に見えない存在、光の存在の方と、まあ、交流というか交信があったというのが、あの過去にですね、ちょっと私はあの父亡くしてるんですけども、父が癌で亡くなった時にですね、結構もう精神的にあの辛
辛いというかおかしくなっていた時があったんです。でその時に東京の方でちょっとあるセミナーがありまして、そこに参加していた時、大きな窓ガラスのあるお部屋だったんですけれども、そこですっごいビシ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 っていう音がして、私は他の方は誰も気づいてなかったんですけど、私自身はあもう父が来てる存在として見えないけれどももういるっていうことをすごく直感で感じてたんですね。でそれでたまたまその時に2人組になってくださいと、2人組のワークをしますということで、ペアになった方がそういう見える霊能者の方 でたまたまその会話をするときに、ちょっとこんなところなんだけどもいいかしら、言って、分かってる、お父さんが来てる、それ分かってるっていうことで、あやっぱり感じてたのっていうようなこと でそこでお話をしたんですね。でいろんな父からのそういうメッセージをもらって、そうね、私じゃあ頑張るわっていうふうに言ったときに、いやいや違うのって、お父さんはそんなこと言ってないの、頑張らなくていいから、そのままありのままです、そのままでいいから、何もねそれ以上に頑張って無理をする必要はないってことを、まあ、彼女を通じて霊能者の、本当に通訳のことがいないと私分かんなかったんですけど、詳しくは、まあ、そういったことでその日はずっとついてて、電車で移動する時も彼女とちょうど一緒の方向だったので行ってたんですけれども、その時もずっとお父さんがこんなこと言ってる、こんな感じで言ってるっていうことで、私のところに逐一言ってくださって、でそういったことが、まあ、過去にもあって、なんだこう光の世界の人との交流は、自分自身は肉親を通してというのが一番前は多かったんですけど、まあ、今回いろんな流れの中でそういう光の世界にいる方のなんかすごく力というか存在を特になんか感じさせていただくようなことがありました。はい、そうですね、なんかやっぱりこうそういういろいろなご縁がやっぱ感じますよね。はい、なんかね、本当に私もまあそうですね、このスピリチュアルの世界に入ってから、そうですね、ヒーラーさんを通じてセドナに行ったり、シャスタに行ったり、まあ、マウイへ行ったり、まあ、この前エジプトにね行かせてもらったりと、こう旅をするようになったんですよ。で、その、まあ、いくつか旅をする間にこういろいろなこう記憶を思い出したりとか、いろんなこともあるのかなとか思ったりするんですけれども、まあ、こう旅をするっていうのはね、やはりこうなんかこうヒーラーさんではなく、まあ、全ての方なんですけれども、なんかこう、どういうのかな、いろいろなこう感動を味わうっていうことで、いいのかなって思ってるんですけれども、今ね、片岡さん、おはようございます。おぎんさん、いつもありがとうございます。おはようございます。さなさん、おはようございます。こうしてね、今、何人かの方ね、見てますよっていうことで、書き込みいただいてました。ありがとうございます。またね、今日は、この月子さんは、そうですね、お仕事として、ツアコンをされてるんですね。はい、はい、そうです。はい、この、その、月子さんからいろいろな、こう、旅についての、まあ、ポイント情報であったりとか、はい、なんか、こう、ちょっと、いろいろな、こう、知ってるといいですよっていうところとかもお聞きできればな、と思ってます。はい、はい、そうですね、月子、ツアコンとして、多方面に旅行に行かれていると思いますけれども、まあはい、この月子さんがこのツアコンというお仕事に疲れたっていうかね、お仕事されるようになった、はい、そのきっかけも少しお聞かせいただいていいでしょうか。はい、もともと私はもう幼い物心ついた時から海外に行くで決めていたんですね。まあ、それはどこから来たか分からないんですけれども、でそれで、まあまあ、経済的に、ね、そんな豊かなところではないので、まあ海外に留学したいとかそういう話をしたら、まあ、そんな英語が、ね、話せる人なんか5万といるから、それだったら何か手に職つけるようなものっていうことで、まあ、家族に反対されて、でそれだったら、まあ、自分で何とかやっていくしかないというようなことで、まあ、一回お仕事して、でその後ですね、
英語の件でちょっと考えていたんですけれども、イギリスに、ね、行くということで考えていましたら、そしたら夢がですね、結構私いろんなところで自分の夜見る夢で、これに刑事的なちょっと夢を見まして、でイギリスに行ったら入国の許可が下りない、着陸ができないというような夢を見まして、そしてですね、海外に行くという日なんですが、自分が昔幼少期の頃に住んでいた家の上のところに大きなこう鳥居がありまして、そこから出発したんです。日本出発していきまして、でヨーロッパの方に行ったんですけど、そのイギリスでは飛行機が着陸できない。でそしたらもう日本に帰る燃料がないからということ で日本に帰る燃料がないので、もうとにかくこの周辺のどこかで着陸をしなければいけないということ で不時着陸をしたのが自分の中ではライン川っていう、その大きな川があって、その川の河川で飛行機が到着してというようなこと でその夢の中では、私はなぜかオリンピック選手になってまして、で一緒に行った友達がいたんですけれども、彼女はマラソンの選手ということで、そのあたりを走り始めたんですね。で私はマラソンの選手ではなく体操の選手になってまして、なぜかバク転を河川でパン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 していたら、そしたらドイツ人のこんな恰幅のいいおばちゃんの入国係官が、それあなたのね、そういう特技があるんだったらいいでしょうってスタンプをポーンって押してくれたんです。でそれを見た、その夢を見たことで、あ、ドイツというのを思ってまして、それがね、一つの大きなきっかけとなって、私ドイツ行きを決めたんですね。であと、その夢っていうことで、私夢分析とか の日本だとね、秋山さとこさんも亡くなられてますけど、そういった方ですとか、あとユングとか、そういうの夢をこう解釈するっていうのとても興味があったのも、やはりそれもドイツ系の、ドイツ語圏の方で、あとはですね、お菓子とかすごく好きだったので、そういったお菓子作りとか中心になっているのが、やはりウィーン菓子とか、そちらのヨーロッパの方の中でもドイツ語圏というようなこともありまして、じゃあドイツに行こうとで決めていたんですね。そしたらある時、私の、親戚の、おばさんのところに霊能者というか、よくそういうのが見える方がいらっしゃって、たまたまそこにお邪魔した時に、この私の、ね、母親が、この人はなんかね、海外に行きたいなんて言ってるんですよということで、ちょっと聞いてくださったんで、聞いてくれたんですね。でそして聞いてくれた時に、もう90近い結構ね高齢の方だったんですよ。その方が言われたのが、ドイツということが出てきて、えっと思って、もっと知ってるアメリカとか、そういう、ね、言葉が出てきそうな感じがしたんですけど、そこでもドイツって言われたので、じゃあこれは、ドイツに行くのがいいのかなということで、そこから私の海外との接点というのが始まりました。で実際にドイツに行くって言っても、何かこうできることがあったらいいなということで、それまで私幼児教育の校に携わる仕事を少しさせていただいたことがあって、で学校の方で日本語を教えるというプログラムがありました。でそれに参加をして、生徒さんのお宅にホームステイをしながら、そこで、実際にドイツ語も勉強するというようなことで、1年ぐらいですね、1年間、ドイツの方で、ドイツ語を勉強しながら、そして日本語を教える、また日本の文化なんかを紹介するということをやっておりました。でそこが、スタートとなって、実際には、もうちょっとヨーロッパの方に長くいたいなということで、就職活動なんかもしていたんですけれども、就職活動をした結果、一応勤務先とかも決まって、先がですね、すいません、今ちょっとね、音声の方がちょっと途切れて、とりあえず、はい、あったかな、はい、そうで、ね、はい、帰ってくる、ちょっとね、すいません、音声の方がね、途切れ途切れになってるんですけれども、あ、大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですよ。はい、やはりね、ちょっと時々ね、こういうふうに、ね、なりやすくなってるというかね、そう、
そう、大丈夫です。ちゃんと行けてますよ。はい、行けますね。はい。はい。で、それで、ビザを更新するために、一度、日本に帰国しなければいけないので、で、日本に帰ってきましたら、その時に、ビザが、普通だったらすぐに降りるところがちょっと時間がかかっているということで半年ぐらいかかりますということを言われたんですね。でそれで、半年もね何もせずに待ってるのもということでそれだったら何かやろうかなということで考えたのがドイツにいた時に知り合った友達なんかにあなたは面倒見がいいしその性格だったらズラコン合ってるじゃないとかっていうことを結構いろんな方に言われてで自分でもそういうの高校の頃にやってみたいなと思ってたことをふと思い出してあじゃあこれちょっとやってみようかなという感じで始めてでそれで試験とかがあったんですけども、大変簡単なところだったのでなんとかねスムーズにトントン美容して、進みましてそれでこの業界にというかね仕事に就くようになりました。そうですね、やっぱりこうなんか導かれるっていうのも感じますね。あ、そうですね。なんかそこに行けなかったっていうことで別の道を探そうと思った時に自分が何したいかなってふと思ったことが、これこのねしたこという仕事なんですね。ね、本当に月子さんのお話をねお伺いしてるとこの直感とか、そういう結構自分のこう感性で、動かれて、はい、どんどんこう道が開かれてきたかなって思うんですけれども、はい、はい、じゃちょっとこれからはこうちょっと月子さんがこう、ヒーラーとしてね、どういう活動をされているのかなっていうところをちょっとご紹介してみたいかなと思うんですけど、はい、活動まだあまりこう本格的に活動はされてないでしょうか。はい、そうなんですね。はい、まだ本格的にこういったものをということでは、はい、活動はしてないんですけれども、はい、一番最初に私がこういうスピリチュアルというか学んだことというのが一番最初になんかハードルの高い、チャネリングを最初に勉強をしましてそれも直感でね直感というか、Facebook である、ヒプノセラピーで過去にご一緒した方が、はい、Facebook でいいねっていうのを押していたのが、はい、バシャール の、はい、サイトで、はい、覚えるかしら、でそれでそこからバシャールってなんだろうっていうことで、いろいろサイトを探していってたらリサ・ロイヤルっていうアメリカのチャネリングでとても有名な先生なんですけども、彼女 の、 コースが講座がですね1年を通してありますよというそういったプログラムを見てあこれ私楽しそうやりたいっていう、うん、それですぐに決めてしまって、はい、ね、でも翌日お金払いに行ったみたいなそのチャネリングがやはりこう初めでしたか。あ、そうなんです、でチャネリングからスタートしてということで、はいはい、チャネリングはどうでしたか。チャネリングはねやっぱり、はい、そのクラスに来ている人たちがもともとヒーラーさんとして活躍をしている方でした、その道でされている方でもうなんかズームのする素人の一般のなんかこんな私入っちゃっていいのかしらみたいな、そんな感じだったんですけれども、なんとかそのコースで、いろんな、皆さんとね一緒に一つ一つこう学びでいきながらっていうことをやってる中でやはりいろんなところでやはり今までなかったこうエネルギーの通りとか、そういう感じることというのが少しずつこう研ぎ澄まされていったっていう、あとやはり皆さんがねもういろんなことで知っている普通の業界用語というかオーラのことであったりとか、はい、チャクラのことであったりとかそういったことがやっぱり私にとっては初めて、それって何知らないっていうことであじゃあもっとやりたいな、もっと知りたいなというようなことから、うん、いろんなヒーリングを習ったりとかその一環でキネシオロジーとか、あれもすごく面白くて、勉強してたらこれは何面白いっていう、そんな連続でいろんなことを、何か一つに極めた方が多分いいと思うんですけれども、私の場合はいろんなことをちょっといろいろこう学びながらということで、それを今現在は
何かお客様にさし、あの、してあげるというようなことではなく、まあ、この旅行の仕事をやりながら、まあ、こちらの世界も両方でバランス取りながらという感じで今活動をしています。そうですね、なんかこうあのその、まあ、物を運ぶ、エネルギーを運ぶ、まあ、あのね、あの、お客様をこうあのお連れするのと同じようにこういろんなこうエネルギーを運んできたりとかっていうこともされてる。あ、そうなんです、はい、それはね、あの今年に入ってからなんですけれども、今ちょうどお世話になっているヒーラーさんのところで、あの今の先生がですね、講師の方があのイタリアとかでよく出てくるアフロディテという女神様ですね。アフロディテの、 あのすごく縁の深い方だったんですね。で、私は今年夏にたまたまイタリアが連続でダーッと入りまして、でそこでですね、ヴィッチ美術館とかに行った時にこうあのボティチェリの春とかヴィーナスの作品を見てた時、あーこれはあの方だっていうようなイメージで、あ、そうだ、絵はちょっと無理なのでポストカードだったらいいかなと思って、でポストカードを彼女のために買っていったんです。でそれであのお渡ししたら、もうその時にただこの絵を箱、あ、絵というかポストカードをお渡ししただけなんですけど、もう2人の間にすっごいエネルギーがバーって降りてきて、でもうただのポストカードではなく、もう一つのもうなんかエネルギー、その場のやっぱりイタリアのその場所から、本物のあった場所から運んできたエネルギーってこんなに違うものだって言ってすごく喜んでくださったのが、私はすごく嬉しくて、で、あ、物を運ぶっていうのはその場のエネルギーを一緒に運んでくるというこういったことなんだっていうのを体感して、そこで、あ、こんなことをやってみたいなって思ってたんです。ね、まあ、本当にあのそうちょっとこう、まあね、日常的にこうあの現実世界を見てるだけじゃなくって、もう少し深いところっていうかね、そういうところもね、あの見ながらこういろいろなこうお仕事であったりとかあのできるので、さらになんかあのワクワク感がそうですね、両方がね、あの、仕事の方もあのもう一つその見えない世界というか、そういったこともすごく面白いなって。そうで今回、あのあこちゃんとね、はい、そのお会いしてこの1週間の間にすごいいろんなことがありまして、で今回あのその宮崎、ま、あのひろみさんという、ね、ひろみさんという方があの沖縄の方でヒーリングパラダイスというあの大きなイベントをねされたんですが、たまたまその仕事がキャンセルなったってこともあって、であのせっかくなのでこれはチャンスだと思って、それで私沖縄の方に、ね、行きまして、でその沖縄に行くって決めたとのも前日だったんですけれども、それであの行った時に、あ、ただあのそういったイベントを回るんじゃなくて、自分が今まで集めてきたものをあの人にお届けしようと、そういう機会ってなかなかないので、あ、これはすごくいいチャンスと思って持っていたんですね、うん、そしたらやっぱりあのすごい面白いというかあの素敵な出会いがあったんです。というそれがですね、私があの今年あのフランス南仏の方に、これはあのちょっとプライベートの方でお勉強を兼ねてということで行ったんですが、うん、そこに行った時にあの南仏のマリア様の聖地の巡ってきたんですが、そこでですねペンダントを買ってきました、はい。であのたまたま最初の方に来られたお客様がそれを手に取った時、あ、すっごい似合う、彼女のために買ってきたのかなみたいな感じで思って、でその方がねつけてみるって言ってつけていただいたらすごく似合って、もう光がなんかうわーっていう感じで見えたんですね。でそれでこれあのマリア様の場所南仏で買ったんですよって、聖母マリア様のそういったあのお祭りがあって、中世のお祭りがあった時に買ってできたんですけど、その日はねすっごい光があふれていて、あの教会の中に入ってもうものすごい光がすっごいいろんなところに出て光のオーラであの溢れてたんですっていうようなお話をしてたら、彼女はそれをつけていたらこの辺りがもう
あの鳥肌でブワーってなってしまって、で私はそれを見ていて、こちらの方が共感して、私もなんかハートのチャクラがブワーっていう感じ、エネルギーがあの流れ始めて、今度その話をしていただけで、あのもう彼女となんか過去世で出会ったような、そんななんか印象になっていって、で彼女もすごく喜んでくださって、であの彼女が、ね、あのそのブースから離れた後も、私はもうエネルギーですごい喜びのエネルギーで、もう胸のあたりから流れ始めたエネルギーが足先行って、もう手の先、今もちょっと来てるんですけど、その話をしてたら、もう全身にエネルギーがダーって流れてしまって、もう立ってたんですけど立てなくなっちゃって、もう椅子に座ってこんな感じで、もう私立てないとかって、ひいひい言ってたんですね。そんなことがあって、だからあの物を運ぶっていうことは、その場のエネルギーを運んでくることなんだっていうことを今回すごい体感させてもらって、ね、まあ本当にこう、はい、あのよくあの聖地のお水をね、こうあの次のところに持っていかれたりとかね、あとそういうあのエネルギーをこう運んでいかれるとかっていうようなこともよく耳にするんですけれども、ね、でまさしくそういうことをされてるかもわかりませんね。そうですね。でその方はあの今回私あのファティマの方に行く機会があったので、ファティマで買ってきた聖なるお水、はい、でこうそちらも買われた方だったんです。だから聖母マリア様 の、 あのお水と、その方が買われたペンダントもやっぱりマリア様つながりだったっていうのもすごく大きかったかなと思いますね。ね、やっぱりこう私たちこうね、あのそう、月子さんもヒプノセラピーをされるんですけれども、はい、まあ過去世とかの話もね、あのよく、はい、あのまあ私もするんですけれども、やはりその時にこうあの強い、まあ記憶に残るあの体験をしている方とかは、あのその時 の、 あのものであったりとか、その時の場所であったりとか、ね、何かをこう感じることによって、その思い出というか、その、細胞、その眠ってる細胞がまた目覚めるっていうところがね、あるかなと思うんですけども、はい、ね、まあ、あの私もこの今回エジプトにいる時に、私が過去世で奴隷だった頃ことをね、ちょっともう本当にあの思い出すようなシーンがあったりとか、あのしたんですけれども、やっぱりそれ、そうですね、あこちゃんが、はい、私がイタリアに行った時に、うんうん、あの写したコロッセオの写真を見て、それでね、あこちゃんがご自分の過去世を思い出したっていうふうに、そう、そう、まあ、あの本当に、フェイスブックで、あの月子さんが、時々こうあの各国のね、いろんな写真をね、アップしてくださってて、面白いなと思って見てたんですけれども、もうあのコロッセオのね、写真を見た時にはもう本当にそこでもう釘付けになってしまって、で、うわーと思って、これは私がいたとこやと思って、ね、思わずこう、あの、メッセージしたような気がするんですけど。そうだね、それでね、あのメールというかね、あのメッセージいただいて、うん、でやっぱりそれもすごい、やっぱり私も嬉しかったこの、うん、あ、この私が何気なく撮った写真が、うん、あ、こんな風に過去性をあの紐解く、そんな鍵になってたんだっていうのがすごく嬉しくて、わあ嬉しいね。ね、本当にだからその、旅ってね、そういうものなのかなと思うんですけれども、あの、今ね、あのシオン悦子さんおはようございます、ね、あと、片岡さんね、セドナ最強のパワースポットの一つということでね、僕も行きたいなっておっしゃってたんですけど、ちょっとこのね、放送がちょっとあのループ放送っていう、ね、なんかちょっとね、これ後で録画ではちゃんと見れるんですけれども、このこの放送ではね、ちょっとね、なんかうまく映らなかったみたいで、はい、なんですけど、はい、またね、あの後でね、あのゆっくりご覧いただけたらなと思いますけれども、はい、ね、あの本当にいろいろなこうあの、旅っていうのは不思議なね、なんかあものがあるのかなと思うんですけど、はい、ね、あとそうですね、まあ、ここ最近はどうですか、はい、どんなところへあの行かれましたか。ニュージーランド、今年、はい、はい、あ、ニュージーランドですね、はい、
ニュージーランドから帰ってきました。今年はどんなとこ行かれましたか？結構今年はね、いろんなところね、行かせていただいているんですけれども、やはり今年はその前の年にフランスでのテロがあったので、もうフランスのそのテロの影響を受けて、やはりヨーロッパの方に敬遠される方がとても多い。あと移民の、ね、問題とか、移民というか難民とかのその問題が多くて、で今年は割とそれ以外のヨーロッパが毎年多いんですけど、それ以外のところでアメリカの大陸の方ですとか、あとはやっぱり安全そうな感じのイメージ で、うん、でオセアニアのニュージーランドとかオーストラリアとか、あとは定番のアフリカの方ですね。私アフリカすごい大好きなんで、はい、そうですね。先日ちょっと写真をご紹介させてもらったんですけど、本当に筋肉隆々のね、ライオンがいたりとかね、ゾウさんがいたりとか、サイがいたり、カバがいたりとか、ね、すごいところにいらっしゃるなと思ったんですけど、はい、そうですね。あと、今日はちょっとそのニュージーランドと、あと、ヨーロッパのクリスマスということで、またご紹介していただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、じゃあ、まずちょっとスライドの方をご紹介してみましょうか。じゃあちょっとお待ちくださいね。はい、ちょっとお待ちください。では、この、ところで、はい、この、こちらは、どこになりますか？それはですね、はい、これクリスマスマーケット、ドイツのクリスマスマーケットなんですね。でこれはですね、フランクフルトで撮ったものです。はい、昨年のものなんですけども、ちょうど今の時期ですね。はい、はい、なんかこうクリスマスのサンタの帽子とかね、そうですね。これはイルミネーション。そうなんです、イルミネーションで、ドイツの場合は1ヶ月がアドベント週間ということで、大体11月の末から始まりまして、で12月の24日、25日ぐらいまでがクリスマスマーケットが開かれてます。綺麗ですね。はい、ね、すごいたくさんの人が集まってきて、はい、ちょっとお店がちらっと見えてると思うんですけど、はい、次の写真あたりにあるかな。このお店の方ではレープクーヘンという、これはニュルンベルクの、ドイツのニュルンベルクという都市のメーカーなんですけども、そういうちょっと、日持ちするお菓子、これがですね、はい、ちょっとここ見えないかな横のところね、これはレーマ広場というね、昔のローマ人が行った広場のところで写真撮った、はい、ものなんですけど、はい、この広場のところにこのぶら下がっているものがレープクーヘンといって、そのクリスマスの時に、皆さんがツリーにかけたりとか、お子さんにプレゼントとか、私はなたはヘリヒとかで、クッキーを送ったりとか、あと皆さんがするのが、ここの写真にちょっと載ってないかもしれないんですが、はい、グループワインという体が温まるワインを飲むんです。やっぱりドイツとかは、すごく冬寒くなるので、ずっと外にいるとこれ全部野外なので、すごく寒くなっちゃうので、はい、シナモンとか香辛料を入れた体が温まる、そういったワインがあるんです。温めたワインですね、はい、これが冬の風物詩になって、ね、皆さんそれを飲みながら回っていくんです。でこれはイルミネーションを撮られて、はい、そうですね、はい、フランクフルトの方の、はい、はい、じゃあちょっとスライド送っていきますね。はい、これは本当にドイツでヨーロッパのお家、可愛らしいお家ですね。この切り妻屋根の、はい、ちょうどこういった歴史的な建造物が残っているところ、ここがちょうどお店ですね。すごいいろんなお店があるので、うんうん、皆さん1時間とか2時間とか、もう本当に半日ぐらい歩く、大きなクリスマスマーケットだとそのぐらい歩いたりとか、ただなんせすごい人混みなんで、はい、これがグリューワインって書いてありまして、でワインを飲むところですね。さっきのあったかいワイン、ね、はい、そうなんですよ、はい、でこれはワインはそれぞれのクリスマスマーケットごとにカップが違うんですよ。で毎年デザインが違って、でここで飲んだものと次の年に行ったらまた別の
ワインのこういう入れ物があって、でそれを持ち帰ってもいいし、返すとデポジット分あのお金が戻ってくるという、そんな感じでやってるので、このクリスマスマーケット の, あのワインのカップをみんな持ち帰るで、あのそれをコレクションにしている人なんかもいます。あ、なるほどね、はい、これはまたちょっと先ほど夜って、これはね、ローテンブルクという町なんです、はい、でローテンブルクはね、あの中世の町で、あの世界第二次世界大戦の時に破壊はされてしまったんですけれども、うん、一部のところをこう、もう歴史的建造物はまたあの起こして、あの再建してということで、昔ながらの建物で残ってまして、であのこれはね、先ほど の, あのフランクフルトに比べるとすごくこじんまりしてるんですけど、うん、やはりこの町でもあのグリューワイン、それから、まあ、ドイツというとね、ソーセージとか皆さん思いつくと思うんですけど、はい、そういったあの野外で食べれるあのソーセージとか、そんなものを売ったりとか、あとここリンゴの産地でもあるので、リンゴ の, あのジュースとか、そんなものもあったりとか。うん、いいですね。はい、なんかあの日本でも時々こうドイツのこうクリスマスのこう、うん、あのなんていうか展示っていうかね、なんかしてます、はい、この前私札幌の方へ行った時もあのドイツのクリスマスっていうことで、はい、なんか公園の中ね、はい、なんかこういうあの店舗が出てましたよ。あ、そうですね、はい、あのここもですね、ちょっと一部、うん、角のところですけど、はいはい、あのローテンブルクにもあるあの365日クリスマスのものが買える、クリスマスの雰囲気が味わえるというお店があって、そこに入るともう年から年中置いてありますけど、この1ヶ月だけはあのいろんな都市でこういうクリスマスマーケットがドイツで行われるので、特にドイツから始まって今はあの後ほど多分写真で出てくると思うんですけれども、近隣諸国 の, あのオーストリアとかチェコとかハンガリーとか、まあ、そういった国でもこういったクリスマスマーケットを開催するようになってます。クリスマスマーケットね、本当にあの日本でもなんか盛んにね最近ね、そう、はいはい、こちらは、はい、ね、こちらの方はですね、ちょっとね、南の方にあのドイツ南西部の方にある、都市なんですけれども、そちらのですね、大聖堂が映ってます。シュパイヤーという都市の、大聖堂になります。大聖堂、教会の方で、はい、ちょっとこう、はい、ちょっと影になっちゃって分かりにくいです、はい、多分この通りにもそのクリスマスマーケットが、あのちょっと朝だったので、これ普通クリスマスマーケットお昼以降なんです。お昼からその夜イルミネーションの時に皆さんが集まってくるって感じなので、朝はまだ支度を、お昼頃にいろんな人たちがこう集まってくるっていう感じですね。ね、なんかいい感じですね、石畳でね、はいはい、石畳ね、はい、これがですね、ドイツ の, なあの西側の方に位置しているハイデルベルクという町のクリスマスマーケットです、はい、ね、あのこうドイツはあのドイツヨーロッパの方はやっぱクリスマスはあの盛んというか、はい、とっても、ね、盛んですね。あのドイツの場合は、ね、カトリックとプロテスタントに分かれますけど、一応このお祭りとして行われるのはどこも同じようにこういったあのミサもありますので、その実際にあのクリスマスの日というのは家族全員が、ヨーロッパの方はね、家族がみんなで集まってくるってお盆みたいな年のあの時なので、あのその前にこういったあの様々なところに皆さん出かけていって、そしてあの過ごしたり、でクリスマスの当日は家族でみんな過ごすということで、ちょっとあの特別な感じですね。はい、でこれ聖霊教会という、あのハイデルベルクの方の、一番の真ん中 の, あの中心地になるんですけど、これあのおもちゃ、あの木組みの大きな、あのおもちゃがありまして、でそういったものをあのクリスマスの集会の時には、作られて、で皆さん集まってきます。これその都度作られるんですかね。そうなんですよ、はい、普通は何もないところなので、このクリスマスの時だけなので、クリスマスが近づいてくると1ヶ月前になると、あの至る所にさまざまなものが置かれて、これからクリスマスマーケットを作るんだなっていうのが分かります。なんかいいですね、ね、はい、なんか私もあの子供の頃クリスマスツリー出すのが好きやったから、あ、
ね、はい、お飾りして、ね、楽しみですよね。はい、ちょっとこれね、後ろの方が分かりにくいんですけど、実際に聖母マリア様 の像、これペストのね、終焉を記念した像と、その後ろに高台のところにあるのがハイデルベルク城というお城があるんです。まあ廃墟となっているんですけれどもね、はい、もうそこの、まあ、景色なんかも、まあ、クリスマスだけじゃなくて街を計画するっていうにはすごくいい時期、冬でも、はい、いいと思います。はい、こちらもなんかこうイルミネーションが、はい、そうなんです。こちらはですね、フラグウッドから近いところにいくつかあって、ベスパー店というところのクリスマスマーケットです。本当にそれぞれの年ごとによってデザインが趣向がそれぞれ違うので、クリスマスの時には一つの年だけじゃなくて、いろんなところ、まあちょっと時間のね、配分とかもあると思うんですけど、いろんなところが端っこできるといいかなと。うん、なるほどね、はい、あちこちこ行ってみると。あ、そうなんですね。これは、はい。あ、これは、この下に遊べるような、小さなミニトレインで。これ街の中ですか？そうなんです。街の中心地の広場のところに、仮設でこんなものが、はい、作られるんです。お客様がこう乗れるんですね。そうなんですよ。まあ、大人の人も乗ってるかもしれないけども、子供さん。そう。するので、大人だけじゃなくて、やっぱりグリューワインとかだとね、大人向きなんですけど、やっぱり飲めない人とかもいるので、そういった場合はホットチョコレートがあるんですよ。すごく美味しいね、ホットチョコレートで体が温まるので、まあ、子供さんが行ったら一緒にホットチョコレート飲みながらいろんなお店を回ってという感じ で何か物を買ってきて、ね、お家に飾ったりとか、そんな感じで、ね、皆さん家族揃って行ったりしてますね。いいですね。ね、またこれはこうイルミネーション、ね、そうなんです。イルミネーションがね、とっても綺麗で、ね、あ、これは、はい、これも大きなオルゴールみたいなね、木組みの、でドイツっていうと木組みのおもちゃとかとても有名なので、あ、はいはい、そういったのとかですね、あとこれは旧大版のクリスマス用のものなんですけれども、この時には街の中心地に作られて、はい、でこの中はこれなんかお人形があるんです。あ、すごい、動いて仕掛け時計みたいな感じで、お人形が出てくるっていう、すごいね。実際にちっちゃなおもちゃの巨大版みたいな感じで、はい、ね、楽しいね、綺麗にね、はい、お月様ですねこれ。あ、そうですね、なんか本当になんか夢の世界にいるような。あ、そうなんです。それぞれデコレーションが違うので、これもビスパーデンの、はい、綺麗ですね。あ、これね、下がね、どんなになってるかって、いわゆる下がですね、木のくずを、入れて、で子供さんでも歩けやすいようにしてあるくずがあったりとかで、なんだろう、あ、すごく歩きやすいと思ったら、そんな感じでね、で必ずあとクリスマスマーケットにはイエス・キリストのその誕生をしたという小屋が作られる、馬小屋が作られるんです。で、それはそれぞれの年ごとによってデザインが違ったりとかするので、毎年皆さんそれを各都市教会で作っていくので、それもね、おすすめですね。そう、はい、ちょっとこれごめんなさい、ちょっと、こっちの方へ、ちょっとビジョンは変えておきますね。はい、ちょっとここで、あ、これはちょっと待ってください。そうですね、今ご紹介している部分は本当にドイツの、クリスマスでしたね。そうですね、はい、で本当になんかこうなんていうのかな、木の巨大版のおもちゃというようなね、そんな感じもあったんですけれども、じゃあこれからちょっ とヨーロッパの方ですかね、はい、ちょっとこちら、近隣諸国で、はい、じゃあちょっとこうまた
変わったんです。そう、これはね、これはね、乗り継ぎのヘルシンキなんですよ。はい、フィンランドは、はい、フィンランドは一応ね、北欧は、まあ、どの国が本気かっていうとね、実際には、あの、ザクト・ニコラスって、このニコラスさんはね、今現在のトルコ出身の方なので、まあ、えらい違いといえば違いなんですけれども、あの、この方ではフィンランドが本家であるとか、スウェーデン、いやいや、ノルウェーだとか、デンマークとか、北欧の方ではね、うちがサンタクロースの出身の国だみたいな、いろいろね、言ってますけど、これは、このすごい、ひげもじゃの、すごいですね、サンタクロースさんが、あの、空港なんです、これ。ヘルシンキの空港で、この時はですね、こんな感じで、あの、利用するお客さんが喜んでもらえるようにって、まあ、サンタクロースさんが登場しまして、で、実際にこれ写真撮って、あの、チョコレートくれるんですよ。サンタクロースのついた。いいですね。だから、まあ、そんなね、あの、催し物というか、あの、クリスマスの時って、あの、やっぱりいろんな人との交流があったりとか、その時期になると、やっぱりイルミネーションがすごく華やいだりって言って、それまで11月とかって冬時間になって、すごい、あの、しんみりと、まあ、暗くなってくるところに、このクリスマスが始まる、もうすぐ始まるっていうと、少しずつ街自体が華やいでくるって、そういう、あの、時期になりますね。いいですね。もう本格的なおひげがね。そうで、これがですね、あの、ホテルの朝食で、これはあの、ザルツブルクのホテルの、朝食なんですけれども、ちょっとこれね、泊まったところは割といいところのホテルだったんですが、このクリスマスの時になると、こういったね、クッキー分かりますかね、いろんな種類のクッキー、あの、星の形をしたりとか、で、これはあの、各家庭で、私あの、ホームステイしてた時に一緒に全部こういろいろ作ったんですけど、すごい楽しい思い出で、各家庭でそれぞれにいろんな種類のクッキーを焼いていくんです。で、お客さんがそのクリスマスその時に来たら自家製のクッキーを出したりとか、あの、そんな感じで皆さんがクリスマスまでの間も楽しむ。で、これがたまたまね、まあ、旅行者でもあのクリスマスの時にはこんなお菓子を楽しんでねということで朝食会場に出してくれたんです。なるほど。で、あ、今ね、もう一つ紹介してもいいかしら。あ、さっきのもう一つ戻ってね、はいはい、で、あのクグロフというこの、はい、冠型のお菓子があるんですけど、はい、これオーストリアに行くとか、まあ、大体あのよく出てくるお菓子なんです。で、この分ですかね。そうそうそう、それです。はい、クリスマスの時だけではなく、これあのマリー・アントワネットが大好物だったということで、はいはい、オーストリアからお越し連の時に一応フランスの方に入ったとも言われてて、もともとね、あのマリー・アントワネットのお父様、まあ、あのアルゾン・ロレールの、 あのロレール公ということで、彼の出身地もこのクグロク型の、焼き菓子 の、 あのいろんなものが、ね、置いてあったりするようなあの都市なので、実際に、まあ、あのフランスの持っていったっていうのはね、真偽はどうかわからないんですけれども、それでもオーストリアの方に行くとマリー・アントワネットが大好きだったっていうお菓子で、これあの、パウンドケーキみたいな感じで、ちょっとしっとりした感じの焼き菓子で、皆さんが結構喜んで食べるお菓子です。いいですね。はい、はい、こちらはまあ、これもね、あの、実際にホテルの中なんですけれども、ホテルの中でもこうやってあの各場所ごとにいろんなクリスマスマーケット風のものを作って用意したりしてます。本当にあのクリスマスをね、みんな楽しむって感じ。はい、ちょっとこれ学校でね、分かりにくいんですが、これザルツブルクのサウンドオフミュージックでも出てきたミラベル庭園なんですけど、ミラベル庭園がね、いてついちゃって、もう凍りついちゃって氷点下まで下がったので、夏の明るさはちょっとないんですけれども、はい、はい、ね、なんかいいですね。なんかね、これはまた、ね、お花が、はい、お花がそのミラベル庭園で、お花が凍っちゃってる、凍っちゃってるお花なんです。お花も凍っちゃったんですね。はい、そのぐらい寒くなるので、はい、これクリスマス、はい、これもね、ザルツブルクのクリスマスマーケットです。こんな感じで、それぞれの場所ごとによってクリスマスのマーケットの雰囲気が違うんですけれど、これもモーツァルト広場の方で写真撮ったものです。なんかちょっとあの、なんか
なんかナチュラルというか、そうです、さっきとね、そうなんです、少し違って雰囲気がね、それぞれの場所によって、はい、ここはあのナチュラル系でちょっと落ち着いた自然の雰囲気へとか、ね、あともっと華やかなところとか、はい、これもあの教会を、あの教会の前の大きな広場のところにあるクリスマスツリーで、このクリスマスツリーというのも、もともとギルマの人たちがあの昔キリスト教が入ってくる前に、こういったあのクリスマスツリーというのはもともとはあのもみの木を普通は使うんですけど、このもみの木というのはあの他の木が落葉樹がね、葉っぱ落としても裸になっちゃっても、この木だけ、もみの木だけは青々といつも生命を絶やさないっていうイメージだったので、神様の木として崇められていたものなんですね。なので、まあ、クリスマスの時になるとこのギルマンの人たちの神様の木が後に入ってきたキリスト教の文化と相まって、今現在こういったクリスマスツリーでもみの木いろんなところで使われてるんですけれども、あの毎年それぞれの家庭によっても違いますけど、本当のもみの木を買ってきて、であのこういうクリスマスツリーを作ってます。いいですね。はい、こちら、はい、ま、これはですね、あのザルツブルクからちょっとね、あの離れた山あいの町なんですが、あのこれはハルシュタットという、ハルシュタットはお塩で非常に豊かになった町なんです。でそこの小さな町のクリスマスマーケットです。世界遺産になってます。お塩というのはこれは山のお塩、はい、海の、あ、そう、山の方のお塩なんです。岩塩の山のお塩で、先ほどのザルツブルクもザルツというのはドイツ語でお塩という意味なんですね。あの塩が取れるも山があるってことでザルツブルクという名前がついて、だからモーツァルトの故郷というのはそういうお塩がねすごく取れる、そういった場所なんです。はい、こんな感じでね、可愛らしいお店なんかも、これはお菓子、お菓子、あ、これはね、石鹸などが売っているところ、石鹸なんですね、はい、お菓子かと思った。うん、いいですね、なんかね、はい、また、はい、湖、そうなんです。ハルシュタットの前の湖で、ちょうど白鳥がいて、すごいあのシーンとした感じで、うん、冬の、ね、静けさがあって、とても綺麗な感じだったんですけど。ね、じゃあちょっとこう。はい。あ、これちょっとボケちゃってますが、です今度、一つ北の方の国のチェコの国に入りまして、チェコの方の、こちらはですね、チェスキークロムロフという町のクリスマスマーケットです。あ、こちらもマーケットなんですね。そうなんです。なんか雰囲気違います。どんな街でも、ここにちょっとこじんまりとしてるんですが、はい、舞台があって、はい、ちょっと見てください。はい、同じところなんですね。そうなんです。同じ広場で撮って、ここではね、あの歌とかがガンガンと鳴り響いて、あの時間だったらね終わっちゃうんですけど、はい、みんなが集まってきて、特に子どもさんなんかが仮装をして、で集まってきて、盛り上がってました。いいですね。あ、これはなんか美味しそうなこれね、あのお食事なんですけど、よくみんなこれ何って聞くんですが、あのお肉なんですよ。下の方がビーフ、はいはい、でこの上の方がクレドリーケというあの、まあ、蒸しパンみたいなもので、チェコの名物ってなんかあんまりねこうイメージ皆さんないかもしれないです、これが唯一チェコのものっていう感じです。でこれね生クリームがついてるんです、で生クリームとビーフ、美味しいのって言われるんです。結構ねまろやかで、これつけて食べたりするす、ね、生クリームっていうのはなんか、あの私たちの生クリーム甘いものかなと思うんですけど、これはね甘くないんですよ。だからあのお食事の時にこうやって使ったりとかもするんですけど、あとはねケーキとかによくあの出てくるんですけど、このケーキにこの甘くない生クリームをつけると、なんか意外に甘いものが緩和、あのこう中和されて美味しく食べられるってことで結構ね、私生クリーム大好きなのでなるほど、ね、ケーキの時は食べちゃったりします、はい、こちらは、はい、これもね、はい、チェスキークリクロムロフの、お城の部分なんです、このちょっとね、あの壁のようになっているとこの高台のところにある、あのお城で、何世紀にも分けてあの城主が作り直していったものなので、複合的な建物で、はい、チェコでは2番目に大きな、はい、これお城なんですね。お城なんです、はい、なんかあの言ったらなんかお城
ぽくないようなお城に見える。そうなんです、ね、まあ、城壁、あの要塞も兼ねた感じで、いやお城っぽくないんです。というのはその次の写真をちょっと出していただいて、はい、このお城から見ると下に流れているのがドナウ、あ、これがですね、ボヘミア森で流れている、ちょっとど忘れしちゃった、はい、あの歌で、なんかスメタナの歌の何でしたっけ、あ、モルダウ、モルダウの川なんです。モルダウ、はい、モルダウ川、モルダウ、へえ、はい、ね、なんか綺麗なとこですね。はい、ここでは ね、ブルダバ川なんですけれども、モルダウの流れで、私は中学の時にこのモルダウの歌を歌った記憶があるんですが、はい、その、ね、モルダウ川がちょうど生まれたてのまだボヘミアの森の、始まりのところなんで、すごく川が狭いんですけど、この後チェコ の、 首都のプラハまで行くとすごく川が広がっていくという感じなんですが、先ほどのお城から覗いた眼下、こんな感じで、ね、いいですね。またこれは素敵な大きなクリスマス、はい、か、これはね、今度プラハの方の、はい、クリスマスマーケットの一部ですね。あのクリスマスツリーのある広場の、はい、この、 あのクリスマスは、ずっとこう、あの回られたんですか。同じ、そのね、そうなんです、あのそれぞれ の、 あの先ほどのドイツはドイツで、こちらはあの中央ヨーロッパの方は中央ヨーロッパでということで、各都市もあるんですが、このシーズンだけはこういうクリスマスが見れる、クリスマスマーケットがあの漏れなくついてくるという、すごいお得な、はい、シーズンなんですよ、はい、これがね、先ほどのモルダー川がもう川幅が広くなって、これは有名なカレル橋という橋から撮ったものなんですけど、向こう側に見えているのがプラハ城という複合的なライトアップしていて、とっても綺麗なんです、ね、はい、でこれがあの中心地の広場で、ちょっとねこの日雨が降ってきてしまって、路面が濡れているのが分かると思うんですけど、ここもクリスマスマーケットを開いていて、ね、なんかやっぱこうクリスマスっていうとこの赤がなんかね、そうですね、すごくね、いいですね、はい、ま、これはこうまた先ほどと違うツリーですか。違う、先ほどと、先ほどはお城の方で、これは広場 の、 あのプラハ の、 あの旧市街の中心地のあるクリスマスマーケットの方です、で、そうするとこんな大きなクリスマスツリーがあちらこちらにあるんですね。そうなんですよ、それぞれのところにあって、で、あのもちろん広場だけじゃなくて、私があのホームステイで滞在したところは結構なんかお金のあるお家だったようで、もうなんかね、あの中2階というか吹き抜けになってまして、そこにですね、何メートルから本当にもうこの外に置いてあるのと変わらないぐらい大きな木を買ってきて、で私の行った年は、じゃ あ、 あの私がせっかく来てるからということで、日本風のものといって、で子どもたちと一緒にみんなで折り紙を折って、ツルとかね、折り紙を折って、それをこうやってつらつるして、で楽しんだ記憶があります、ね、はい、まあ、この今あるところも、これ木が生えてるところに飾りをしたんで、わざわざ切って持ってくるんですね。そうなんです、だからね、これがね、やっぱりあの地球のね、その自然環境に対してあんまり良くないんじゃないかっていうような、あ、意見とかも今出てきてるので、なんか日本風の味気ないプラスチックに変えて、毎年こう使えるというようなあのところも出てきてるようなんですけども、やっぱり本物の方がね、味があるというか雰囲気があるので、ね、やっぱりこういう街の中心地では、あの本物の木を買ってきて、ね、やってます、はい、なんかお城でしょうか、なんか綺麗な、ね、あ、これね、お城じゃなくて教会なんですよ。教会、教会なんです、あのね、プラハは100塔の街って言われているぐらい、こういう塔がたくさんあるんです、だから、まあ、その、 あのイメージはね、なんか教会じゃなくてお城かなっていう感じがするんです、これ教会なんです。すごくこの塔の上の方はこうキラキラ光ってるのは何でしょうかね。これね、あ、ライトなんですよ。ライトがついてるね、ライトがこうやってついてるので、なんか光ってるように、ね、見えるんですけど、塔がね、はい、はい、あります。ね、これをちょっと遠くから見たところ。はい、そうなんです、ね、遠くから見たところですね。あの雨が降ってるのに、皆さんたくさんの方がね、来られてる感じで、傘をさしながらね、雨が降っててもね、
そう、傘をさしたりとか、ね、これがちょうどね、左手の方に仕掛け時計が今ね、ちょっと見えてたんですけど。こっちね、あ、この仕掛け時計なんですか？そう、1時間に1回あの仕掛け時計が、まあ、昔のものなんでね、すごい華やかというわけではないですけど、時間になるとあのいろんなものがこう出てきて、あの回転式でオルゴールがこう回ったりとかっていう、はい、とっても素晴らしい。いいですね。はい、でこれが翌日に行ったあのお隣の国、昔チェコとスロバキア、あの多分年代によって違うと思うんですけど、今はねチェコとスロバキアとそれぞれ今日あの分かれた国なんですが、昔多分私の年代で勉強した人はチェコスロバキアという、そうですね、スロバキアというあの一つの国だ、今は分離してますから、はい、でそのスロバキアの方の、こちらは中心のクリスマスマーケットです。はい、あ、これはまた。あ、これはですね、映像で、で音楽が流れてるのか。ね、この音楽はね、なんか生演奏ですかね。あ、そうなんです、ね、生演奏で。はい、いいですね、でこれがあのスロバキアの、首都のブラチスラバというところのクリスマスマーケットなんですけど、それぞれの、ね、場所によって出しているものが違うんですね、うん、であのここのクリスマスマーケットだとシュトーレンというこれはシュトゥルーデルというお菓子がとても有名なんですけれども、普通だとリンゴのシュトゥルーデルが一番有名なんですが、ここだとあのチェリー、サワーチェリーをこう煮込んだものを中に入れたりとか、あのケシの実の甘く煮たものを中にくるんだりとか、それぞれのシュトーレンが、シュトゥルーデルというお菓子がとても有名です。はい、あ、ね、皆さん買い物をされて、うん、そうなんです、はい、はい、でこれがねウィーンです、オーストリアのウィーンの、はい、クリスマスマーケットで、これは視聴者の前に大きなクリスマスマーケットが開かれて、あの大きな都市だといろんなところで、ここ以外にもあの例えばあのシェンブルン宮殿のところとか、あとはベルベデール宮殿のところとか、それぞれの宮殿の前とかに大きなあの広場があの設置され、あの広場のところでクリスマスマーケットが設置されて、皆さんね、いろんなところに行かれます。はい、でそうですね、これがね、フローエンバイナスタンって書いてありまして、ドイツ語でね、クリスマスおめでとうというね、はい、やっぱりウィーンの方がすごくあの人口もね多いですし、うん、大都市になるのですごくあの華やかです。一番華やかかなというね、これあの赤いこう蝶々の、あ、これそうなんです、リボンみたいな感じで、でこれね、うん、キャンドルなんですよ、実は、あのキャンドルに見立てて、アドベント周期が始まると、あの毎週あの11月の第4週の日曜日から始まって、こうクリスマスの、日まで毎週ごとにあのキャンドルを灯していくんです。でそれがアドベント のろうそくを灯すというのが、はい、これもね、あのクリスマスマーケットのウィーンの方ですね。華やかですね。そうなんです、華やかなんですね。メリーゴーランド、右側に。あ、そうです、メリーゴーランド、ね、あ、これはさっきのドイツに戻っちゃったかな。これはもう一応一周しましたかね。はい、で多分その後にブタペストのが入ってたと思う。はい、じゃちょっと見てみますね。はい、これかな、はい、こっちかな、じゃあちょっと、はい、はい、こちらはまだ、あ、そうですね、はい、はい、これがあのウィーンの方ですね、戻りました、はい、これ、はい、あ、そうです、ウィーンの方です、はい、はい、グリューワインって書いてあって、これあのウィーンの方ではね、ドイツ語なので、ね、あの皆さんが飲むあのホットワインのことです。あったかい、はい、これはまだ私写真あのご案内してなかったですね。はい、はい、あ、綺麗ね、本当にもう各地でこういうあのマーケットを開かれ、あ、これが月子さんですね。はい、そうです。寒いのでこれはシンブルン宮殿の前でね、あの頭はこれあの、そうです、毛皮の、そうです、寒いところ用の、ね、寒いところね、本当にね、はい、
また美味しそう。そうなんです。あ、これがね、さっき言ってた生クリームがすごいたくさん乗ってるじゃないですか。はいはい、これはあのウィーンの、 あの有名なデーメルというケーキ屋さんで、うん、あのザハトルテを食べたんですけれども、このザハトルテとっても有名なウィーンの、ね、お菓子なんですが、それにあのウィーンで頼むと、通常、まあ、これはちょっと乗ってないんです。金のプレートにお水と、水道水のお水と、それからこの生クリームを一緒につけて食べます。ね、あ、なんかあのコーヒーも昔よくなんかあの生クリームを入れるのを、あ、そうそう、あの日本ではあのウインナーコーヒーとか言ってますけど、そうそうそう、はい、あれは現地では通じません。そうなんですね。あのウインナーコーヒーって日本人が作ったドイツ語と、ね、混ぜたあのそういった、ね、ことあの和製の言葉になるので、ウインナーコーヒーとは言わずに、向こうではアインシュペナーとか、そういう別の名前になってます。やっぱりこう、だから、この地方では生クリームをよく使うんですね。入れたり、うん、あの生クリーム入れたり、あとカプチーノみたいに、あの泡立てたあのミルクを入れたりするところもあります。あ、これがね、次の年のハンガリーのブダペストの、はい、クリスマスマーケットというか、これはね、市場なんですよ。あ、ですね、中央市場。ね、なんかすごく華やかな。そうなんです。市場の中でもこんな感じでイルミネーションとかこう飾り付けをして、皆さんいろんなところで楽しんでます。ね、あ、いいですね。あ、これね。この上の方から見れるんですね。そうなんです。これに、あの2階建てになっているので、はい。ね、広い市場ですね。そうなんです。ハンガリーというとね、やっぱり内陸になるので肉食が中心になるんですけれども、あとクリスマスの時はね、あのハンガリーかではあのコイも食べるんです。だからお魚っていうことで、そこだけは違うんですけど、ちょっとね、それぞれの国によって食べるものが違ったり、はい、これは、ね、私の後ろ姿じゃなくてマネキンなんですけど、すごいですねこれね。でクリスマスの、ね、デザインでって、ハンガリーはねとっても有名なのが刺繍なんです。刺繍とか、あのちょっとちらっと見えてますけど、要はあのすごく暗くなっちゃうので、あのちょっとでも室内を明るくしようということで、彼女の刺繍で、ね、赤とかピンクとかすごく華やかな色を使った刺繍のデザイン、昔のこの、 あの女性の仕事でもあって、それがあのこのハンガリーの有名なお土産とか、まあ、あの伝統的な工芸品になっていて、はい、この辺ちょっと見えてますね、なんかね。そうなんです、可愛いんですよ、すごくおすすめで、ね、このクリスマスツリーのドレスはちょっと、あのなかなか着るのは難しいかな。そうそう、これはねこのお店だけがやってた、はい、素敵ですね、はいはい、マーケットですね、はい、あ、そうですね、これはねブダペストの中央、あの市場のところにあるあの広場のところのクリスマスマーケットですね。なんか賑わってますね、はいはいはい、こちらもまた大きなね、はい、そうなんです。これがねあの有名なシェ・イシュトバン大聖堂という、あの一番あのハンガリーのハンガリー、そしてブダペストの中で有名なあの教会なんですけど、その前に大きなツリーがあって、でここで次多分出てくると思うんですけど、そうなんです、スケート場ができるんです、スケートリンク、はい、ウィーンの方でもあるんです、天然なんですかねこれは。あ、天然じゃなくて、ね、ちゃんとあの仮設で作るんですよ。はい、で子供さんがここの広場ではあの滑ってましたけど、ウィーンの方とかでも、はい、あったりとかで、はい、いいですね、まあ、よくニューヨークとかで、ね、あったりします。 あんな感じで、いいですね、はい、これもね、なんか、はい、それこれ広場の方の、そうですね、はい、クリスマス夜のクリスマスマーケットです。はい、はい、さあ、そしてこれはあの一応一巡してきましたかね、さっき、はい、そうですね、あの、はい、ご紹介しましたね。はい、そうです、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。一応あのこんな感じでこうちょっとご紹介してるんですけれども、はい、他にちょっと、ヨーロッパの方の、お写真もあったかなと思うんですけど、でこの本当にそう、これで、あの今ドイツの、そう、クリスマスとしては全部ですね。はい、そうです。クリスマスとしては両方ともドイツと中央のヨーロッパと、はいはい、全部見ました。はい、
で、ちょっと他にもね、いろいろこうね、お写真の方、預かってるんですけれども、なんかちょっとご紹介しようかなと思いますけど。あと、はい、今、ここに置いてあるこのクリスマスツリー。そうですね。これもね、はい、ドイツで買ってきたものなんです。はい。はい。ドイツの方でこんな感じで、はい、これはねコンパクトで、はい、ご持ち運びができて自分でここにつけれるような感じで、可愛いですね、なんかね、うん、なんかこう本当に温かみのある感じでね、実はがね、はい、クリスマスのツリーになってます、いいですね、そうそう、ちょっとお部屋の中をちょっといろいろ見せてもらう、これ各地で買ってこられたお土産ですね、はい、そうなんです、で、おすすめというか、あれ？ここかしら？はい。黙っちゃった？いや、動いてるよ。はい。動いてます。はい、動いてる。こういったのがですね、可愛らしい。わかりますかね？クリスマスの時だけじゃなくて、うんうん、エンジェル？これはね、はい、イタリアの方で買ってきた、はい、エンジェルなんですけど、こういったガラス製品でできたものとか、あとはね、クリスマスマーケットの時に、ドイツの方で、こんな感じ、ちょっとわかりますかね？はい。これは多分アルミか何かで作ったものだなと思うんですけど、リースとしてね、使うエンジェルの、はい、さまざまなエンジェルが、クリスマスの時にはね、たくさんのエンジェルが出てくるので、見てると多分、女性の方とかは、あれも欲しい、これも欲しいというような、そうですね。なんかこの、シオン悦子さん、おはようございます。なんかいろいろこう書き込みしてくださってるんですけれども、はい、ザッハトルテ、オーストリアのウィーンの美味しいチョコレートケーキ、やさきのケーキですかね。はいはい、そうです、はい。ね、デパートのケーキ屋さんで見か、日本では売ってないっていうことですね。はい、東京の方にもザハトルテが食べれるところがあるみたいなんですが、そうなんですね、はい、東京の方にはあるらしいですよ、らしいです、ね、そうですか、じゃあね、まあそう、美味しいんですかね、それね、ね、うん、美味しいですかって甘いですよそう、なんかヨーロッパの方のお菓子ってちょっと、少量でもすごく甘い感じが、甘いんです、私がですね、最初初めてドイツに語学留学で行った時に、週末を利用してウィーンの方に行った時に、せっかくだからちょっとアジアの本家、このね、ザッハトルテというのは裁判沙汰になったんですよ、何が裁判沙汰になったかというと、本家のザッハさん、このウィーン会議を踊るということで、有名な、ね、ウィーン会議が行われました。ナポレオンが、はい、ヨーロッパをもうぐちゃぐちゃにしてというか、全部ね、こう秩序を変えてしまって、その後をどうやっていくかということを、まあ、各国の首脳たちが集まってした会議というのがウィーンで行われたウィーン会議なんですけど、その時の各国の首脳たちに、まあ、要人たちに、ね、出す晩餐会、その時の、まあ、ケーキ、デザートを作る職人さんがちょうど病気でいなくなってしまったと、そこに見習いの青年であったザッハー氏が登場して、で作り上げたケーキというのがチョコレートケーキですごく有名になったというような、ね、お話で、ホテルザッハーというところが町のオペラ座の後ろ側に、ウィーンの後ろ側にあるんですけど、まあ、そこで、まあ、本家として始まったんですが、あとその後にですね、ケーキ屋さんの、まあ、デーメルという、先ほどのはデーメルという老舗のお菓子屋さんです。でそこにですね、まあ、婿養子というか結婚の縁組で行って、そのレシピが横に流れてしまったので、じゃあどっちが本家なんだ、どっちがザッハトルテなんで、うちが本物だ、向こうは偽物だというようなことで裁判になったこともあるんです、で結局今のところその裁判は、まあ、両方ともザッハトルテとして名乗ってもいいですよということで、まあ、今現在はどこに行っても大体ウィーンのケーキ屋さんに行くと必ずザッハトルテ置いてあります、で大体レシピもどこも一緒なんですけど、私はどちらで食べてみたいかなと思って、うん、ホテルザッハとデーメルと両方行きました、はい、まあ、両方とも甘いです甘い甘いです、うん、なので先ほどの生クリームをつけるとその甘みがちょっと
中和されて、うん、食べやすいかなという感じですかね。なるほどね。なんか他にこうその、地図ですか、それは。月子さんの後ろの方に、はいはい、そうですね、これ地図ですね、これはね、私が昔過去世でですね、船乗りだった、地中海の船乗りだったっていうのがね、あるんですが、それでこういう地図とかを見るともうすごく、あっ欲しいっていうことで、これはね、クロアチアに行った時に買ったものなんです。ね、その本当に地図なんか変わってますよね、なんか今とね、なんかだいぶ。そうなんです、昔のコロナなんで、日本はもう本当にこのね、一番端のところに横に書かれてます。ね、ね、でもこれね、スピリチュアル TV なんでね、過去世の時のお話ができていいですね。あ、そうですね、はい、私世界各国いろんなところに行っていて、チャネリングを勉強し始めて、チャネリングをですね、こう勉強し始めてから、そういう感じるものがすごく強くなったというか、感じやすくなったんですね。それでやっぱり行ってて、あ、ここ知ってるということで、自分のこう、なんていうの、感覚として自分で、あ、ここは知っている、あ、この感覚でというようなことが割といろんなところであったりとかで、そういうことで、まあ、自分の、仕事で生きながらなんですけども、感じるもので自分の中のこのエネルギーの統合をしているんだなっていう、そういうことをね、チャネリング仲間に、あ、今はそういうことをねって言われたことに感じたことなどにあります。ね、本当に何かどうして、ね、やっぱりこう全てに意味があるっていうことでね、多分もうそう、あと魂に個性があるじゃないですか、ね、船乗りだった頃の、月子さんの魂も、ね、今の、月子さんの魂、すごく似ている。そのいろんなところに、で、私船に乗るの大好きなんですね。なので、フェイスブックとかの写真がね、船乗りの、船乗りというか、のベレー帽なんですけども、そうですね、なんか可愛らしい。そこがもう自分のね、昔の過去性の、一番こう好きだった時というか、今と似たような、エネルギーを持ってた時のものという感じでしょうかね。ね、本当ね、ね、あとなんかそこにいろいろとあると思うんですけども、少しこう見せてもらっていいですかね。あとね、後ほどちょっとご紹介する予定のニュージーランド、はいはい、じゃあニュージーランドの方、じゃあちょっとご紹介しようかなと思います。そうですね、はい、お願いします。はい、ではちょっとお待ちください。じゃニュージーランドの方の、はい、ちょっと写真をね、今ちょっとご用意しますね。はい、はい、ではちょっと、ニュージーランドは、この、ライオンさんの前ですね。ライオンさんの前から。前ですね。ちょっとこれ、この辺がいいな。湖とかがたくさんある。湖とかがたくさんあるんですね。湖とかが、ね、出ている。セドナとかの前かな。アセドナとかの後ろかな。エジプトが出てきて、セドナがあって、その後、エジプトよりこの辺ぐらいかな。あ、そうですね。多分これじゃないね。ん？今見える？虹から始まるかな。虹の。虹が多分虹の映像が、虹ね、にあったあったあった、はい、これはちょっとアフリカとね重なっちゃうんですけれども、そうちょっと下かな、あった、はい、はい、ありました。はい、はい、ではこちらご紹介します。はい、この虹が今見えたかと思うんですけれど、はい、そう、ニュージーランドに行くとですね、いつもよく見えるのがこの虹なんですよ。
虹がね、よく出る。でもそれだけね、お天気がね、変わりやすいところなんです。一日で四季があるっていうぐらい、まあ、朝はね、この間の今回ね、帰ってきたばっかりなんですけど、朝は2度でも日中になると20度を超えてとかいう感じで、もう朝はね、すごく上着を着てなければダメないけないぐらい寒いんですけど、日中になるとまあ半袖かシャツとか1枚でも全然大丈夫という、これはね、朝日がちょうどこれマウントクックの国立公園内で撮ったものです。あ、これは、はいはい、これはね、あの世界遺産のミルフォードサウンドという、あのいわゆるフィヨルドの入り江のところに、あの船が天板に見えてますけれども、その、 あの船に乗って、ニュージーランドの方に行くという、あのすいません、あのおすま、あのタスマン海というね、ところに行くという、はい、これはあの海の方に出てくクルーズなんですね。はい、でマイターピークというこの三角のとてもあの特徴的な山があるんですけども、これがいつも見えてるというわけではないんです。はい、ここですごく雨の多いところで、あの屋久島よりももっとさらに雨が多いタブロー地帯になってるんですよ。だからいつも雨が降っていって、もうこれあの、あの井戸としてはね、すごく南で、あの南極にも近いエリアなんで、普通こんなに緑がないはずなんですけれども、あのここだけはそれだけ雨がたくさん降るので、すごくね、緑が多いと、ただその分雨が多いところです。なるほど、綺麗ですね。はい、はい、ちょうどね、朝日が上がってるところですね。湖の、方がね、見えてますけれども、はい、あのニュージーランドは、あ、ちょっとこれはね、シンガポールの方の、はい、これシンガポール、はい、シンガポール、これは乗り継ぎで行きましてね、虹つながりで人工の虹という、はい、こちらはね、はい、そうなんです、虹が、これはね、あのちょうどあのダブルレインボーということで、ね、二重の虹がすごくきれいに、ね、かかってまして、これは北島の方で撮ったものです。空港がハミルトンというあの北島の方にある空港なんですが、そちらの方に行った時に二重の月が出てます。あ、そうですね、はい、でこれがね、あのニュージーランドは自然がとっても豊かなところなんです。で、あの映画の撮影地として最近ではすごく注目をされているんですが、ロード・オブ・ザ・リングから始まってホビットの冒険とか、まあ、そういったことでさまざまな撮影地として使われているので、空港の建物の中にあの観光客のお客さんが写真を撮れるようなこんなスペースがあるんですね。はい、ここに立って写真が撮る、そうだね、見た写真を撮って、はい、だからファンの人たちにすごくたまらないって感じですかね。ね、はい、あ、はい、これもね、あのちょっと前後するんですが、マウントクックの国立公園内でちょうど雪がね、まだ残っていると、ちょうど雨が前日に降ったので、山の上の方、バサンチョの方は雪が残っているという感じなので、この日はね、ハイキングで行ったところですね。はい、でその間にこう、あの晴れてきてということで、うん、ハイキングをした時なんですが、はい、山がね、あのここはサザンアルプスといって、ニュージーランドの北と南にあの大きく分けるとね、2つあって、下の方にはスチュワート島というもう一つちっちゃな島があるんですけれども、まあ、大きく分けると北と南で、南の方の、南西部の方はこのようなサザンアルプスという山が、2000メートル、3000メートルの、ね、山がずっとあの連なっていて、その一部のところにマウントクックがあります。マウントクックってこの、そう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 、ここ、はい、こちらのね、はい、奥の方に見えてくる山なんですけど、はい、マウントクック、マウントクックっていうのは日本で言ったら富士山のような、そうそう、マウントクックは、ね、富士山のような、はい、そんな山で、あの聖地としても、あの先住民の周りの人たちが崇めている山で、いくつか北島とあと南島にあるんですけど、やっぱり南島の方ではこのマウントクックがそういった、とてもあの神聖なる山で、いつもあの雲の上の方にあったりするという景色が変わらないので、これで青らぎと雲を突き抜ける山というようなね、あの周りの言葉があります。はい、じゃあ、あ、これは、はい、そうだねこの日はあのこの時はちょうどあの先ほどのダブルレインボーが見えたり、なんかいろいろとこう私の中でスピリチュアルなことが起こっていた時にいろんな写真を撮ったんですが、その時に撮ったね、羊さんです。でこれ見ていただくと分かるんですけど、ちょっとね、五光が差しているような感じに見えませんか。見えますね、なんか光のね、そうなんです、これね、あの
くるくるっとなったメリノ羊でスペインから連れてきた羊なんですけれども、ニュージーランドの方には今ロムニーというコンゴで肉も取れるし毛の方も取れると、そちらの方に今変わっているんですが、このメリノ羊というのはすごい毛並みがいいという、とてもねいいので有名なんですけども、この羊さんがいるところでちょうど写真撮ったらこんな感じで五光が差してきて、まるで羊がねイエスがイエスキリスト様がこう羊に例えられるという、そんな感じでねイメージで、はい、いいなということで、はいはい、送らせていただきます、ね、はい、ではまたこちらははい、これもねその羊の毛刈りなんかを行う牧場のところで撮ったんですが、うん、もう辺り一面見当たる限りはこんなだだっ広いところ で、うん、でその奥の方に山が見えてるという、うん、とてもね本当に自然の豊かなところなんで、自然のお好きな方でしたら本当ニュージーランドおすすめなんです。これ何月頃ですか、日本で言ったら。ね、これはね、秋に、日本で言うとと秋にあたる頃に行ったものですね。こちらの、はい、4月頃、うん、こちらの季節的にはどんな感じですか。逆になるので、向こう、これが秋頃ですね。これから冬に入るという、はい、どんどん寒くなるっていう頃です。これから寒くなるんですね。はい。はい、で、うん、そうですね。はい。これがクイーンズタウンという町のところですが、ワカティプコというすごく綺麗な湖がありまして、でちょっと色的に分かりにくいんですけど、このワカティプコというのは周りの先住民の人たちが翡翠の湖、まあ、翡翠がここでもちろんニュージーランドでも取れるんですけども、翡翠のね深い緑をした色をしていると言われています。巨人が横たわるという周りの言葉で、付けられた名前のワカリプコという湖のところと、ちょっとね上の方が、雲で覆われてますけども、リマーカブルス山脈という山がもう雪がね残ってるそこずっとね、これ山がね、はい、ちょっとこのね山の裏側がスキー場になってるんですよ。だから日本人の人が季節が逆になると向こうで夏、日本が夏の時に向こうに行ってスキーをすると。でニュージーランド人の人も今ニュージーランドドルも、ね、高くなってきてるので、日本も和食ブームがニュージーランドでもすごくあるので、ニュージーランドの人はこの日本の方に来て、北海道とかあと信州とかね、長野オリンピックがあったので、この中部の方とかも結構皆さんご存知 でそちらの方にスキーに滑りに来て、そしてラーメンを食べて帰るみたいな、それがすごい人気みたいです。ラーメンを食べるねそうなんです。はい、でこれがですね、前後するんですが、ミルフォードサウンドの方に行くフィヨルドランドの国立公園に入ったところなんです。でここね、ちょっと見ていただくと雪山の下に長い雲が出てるんです、ね、これがいわゆる周りの人の先住民の人の言葉で、細く長く雲がたなびいているという場所、アオテアロアというのがニュージーランドの言葉の国の名前なんですね。アオテアロアということ で私はねイメージ的にアオテアロア、細い雲がたなびいているところ、今までずっと普通に沿って説明してたんですけれども、うんうんうん、今年になってニュージーランドと竜のお話、ドラゴンのね、うん、そういったつながりがあるんだっていうことを知って、これは竜だと、竜だということになんとなく私の中では思っていて、なのでニュージーランドに行くと必ずこういった雲が細くたなびいていて、竜がいるところって私は勝手になるほど思ってます、まあ私たちこうスピリチュアルな人の中には竜族ってねいるように、竜族の方が行かれたらものすごく何かエネルギーをもらうんじゃないかなって思います、はい、ちょっと余談ですけど、私もこういうチャネリングのことをするようなエネルギーは感じるようになったんですが、今年になってミステリースクールっていうちょっとねまた別のそういったものを、習えるところでちょっといろんなことをね勉強させていただいたんですね、はい、そしてその後にこのニュージーランドに行ったら周りの人たちのショーがあるんですけれども、はい、お食事をする、でそのお食事とその合間にさまざまな儀式、お迎えの儀式、神様をお呼びして、そしてショーが始まる。でショーの方ではなんか歌とか踊りとか、まあ、そんな墓で分かりますかね、
オールブラックスがラグビーの大会の時に必ずやる、かまってかまってという舌をベーって出す文字があるんですけど、はい、でそういうことをするショーがあるんですよ。でその前に神様をお呼びするという設定で実際にそれが行われた時、私今まで感じなかった、普通にああふんふんふんと思っていたら、うん、後ろで見ていたらいきなりエネルギーがガーッと降りてきて、えっと思って、あ、これはショーじゃなくて本当に呼んでいて本当に降ろしていたんだっていうことを、もう全身でもう感電したみたいな、あ、これ本当だ、本当のことだったんだっていうことを今年の5月に知ったんですよ。だからそのミステリースクールっていうところで、いろんなこう儀式というかなんかね、そういうエネルギーのあのことを習った後に、いや、あの行ったらもう自分が感電したみたいに、そう、ミステリースクールってどこにあるんですか、何なんですか。あ、それね、ミステリースクールっていうのが日本全国でも習ってる、まあ、世界各国にあるんですが、その支部の一つが日本にもあって、多分こうあのサイトとかチェックするとね、出てくると思うんですけれども、それでアデプトプログラムというその、この光の通りを良くするというプログラムがありまして、でそれをね受けたんですね。でそれを受けた直後に行ったニュージーランドで、私はその、うなぎじゃないんですけど、もう本当に光がビリビリビリと降りて感電するような、なんかそんな体験をして、でその先住民のいろんな周りの人って言ってもいろんな流れがあったみたいで、ワイハタ族というその一番最初にこう流れ着いた、それもねやはり調べるとエジプトからの、うん、アトランティスの時代に知っていた英知をエジプトに流れて、そのエジプトから、まあ、アトランティスがこう崩壊した後にエジプトの地からゾンブラコッコと多分船が流れてたと思うんですけれども、それで流れてきてニュージーランドにたどり着いたという説があったんですよ。で私は全然そんなこと知らずにエジプトに行って、でエジプトからエジプトの猫ちゃんと一緒に旅行に行った後に、はいはい、なぜか私ニュージーランドに行かされたという感じでね、でそこからのつながりで、いやこれにはすごい意味があるんじゃないかなと一人で感激していたんですけれども、ね、で今年、そのことで、なるほどね。ミステリースクールってもともとイギリスですか。そうです、イギリスとかそういったところにあって、でその支部がいくつかアメリカとか南アフリカとか、オーストラリアとかなんかね、いろいろヨーロッパだと、あとルーマニアとかがあるみたいなんですけれども、日本にもそういった支部があって、で今いろんな方がそのアデプトプログラムを受けて、もっと光とこの上の世界というか、まあ、そういったつながりをつなげていきましょうというような活動をしているところが、でそこで、まあ、月子さんも行かれて学ばれたんですね。そうなんです、そしたらなんかえらいこっちゃですごい光がね、でもね、ここがちょうどね、プカキ湖というちょうど正面にマウントククがこう見える湖があるんですけど、そちらで撮って、太陽もねすごく綺麗に、正面の方に光がね溢れてという感じで、ね、さっき光って言ってて、はい、本当に光がね、はい、すごい素晴らしいですね、はい、これはまた虹が見えてますね、はい、これ虹が見えてるの、これね、飛んじゃいまして、これはね、南アフリカの方にあるジンバブエ、ジンバブエというのはビクトリアフォールズとビクトリアの滝があるところの写真なんですが、ここ行くとね必ず水のね水量がしぶきがあったりするので、大体必ず虹を見ることができるんですけれども、はい、ニュージーランドでもねとってもよく虹を見て、虹の国というね、そういうイメージが私の中にはあります。はい、いいですね。これはどこですか。そうなんです。これがねビクトリアフォールズ。これ煙のように下から上がってきているのが、これは要はね水滝壺に落ちた蒸気がぐわーって上がってきているってことなんですよ。すごいですね。
です。大迫力が、あ、ね、あの歩きながら、あ、はい、すごい、ここにもね、ちょっと虹が、あ、すごい、はい、こんな下の方に虹が、ね、そうなんですよ、こんな低いところに、あ、虹を超えるみたいな、そんな感じになります。はい、あら、ゾウさん、これはどこですか？あ、これはね、あの南アフリカの方の、はい、もう一つジンバブエのお隣の国のボツワナというところなんです。ゾウがすごくたくさんいるところで、まあ、普通に、ね、あのジンバブエからボツワナにこう車で普通の、ね、国道を走っている時にも、こういう野生のゾウが出たりとか、ゾウが渡るので、あ、止まらなきゃとか、サファリパークじゃないんですけど、そんなこともあったりするんですよ。なんか、まあ、このゾウさん、なんか温和な感じがするんですけど。そうですね。はい、これはね、あの国立公園内なので、まあ、そんな、あの、たくさんいても、不思議がないっていうところなんですけども。はい、今度はこうキリンですよね。そうなんです。私、結構ね、あの動物の中ではキリン率が高いんです。キリン見つけるのとても上手なので、すっごい離れたところのキリンも、あ、そこにいますよって言って、すごい、あ、でも、ね、今キリンがなんか世界遺産にね、というか、なんか保護されるっていうことで、なんか密漁する人もいるらしくて。そうなんですよ。すっごくやっぱりゾウもそうなんです。先ほどのゾウも結局ゾウのこの象牙が、はいはい、あの取れるということで、すごくあの密漁ハンターなんかに殺されているので、それをねやっぱりあのなんとかね阻止しなければって言って、この間もねそれをあの、ケニアの方なんかでもやってましたけど、はい、ね、まあなんか結構残酷でね、かわいそうやねってね、こうやって、ゾウがもう間近でこれ水遊びはね、あの水飲みに来てるんですよ。すごいですね、こう巨大でしょ、ゾウはね。巨大なんですよ、ね、写真ではね、あれだけど。そうなんです。で、間近でこうやってね、見えたりする。これはね、私たちが船に乗って撮って、なので、別にこんな近くまでってことはね、こんな感じでね、はい。あとサファリ、あのボートサファリって言って、みんなこういう船に乗って、動物が何が出るかなって言って、こう移動しながら。すごいですね、この船ね。あの思ったんで、ちっちゃいからね、ちょっと何かあったらこう倒れた。そう、あのそれぞれのね、あのグループのあのニーズによって、あの船の大きさなんかも違う。ちょっとね、私このボートに乗った時は怖かったです。なんかこの近くにワニとかいるわけですよ、ね。そうそう、いるんですね、ワニも。ワニとかにガブってやられたらちょっと怖いなとか、ゾウにねこうバンバンってやられたら動いちゃうんじゃないかとかって、そのぐらい、まあ、ちっちゃな、これはね船なんで、私が乗ったのはもっとあの船の中に行き来ができるような少し大型の船で、行ったので、なんとなく安心感が。ちょっとね、これはね、本当に、まあ、すごい数ですね、これね。なんです、あのこのねボツワナの、あのお隣が、あのこのチョベ川を挟んで、ナビミアという国があるんですが、その国との、ね、国境線、あの境が、あのゾウが行き来するエリアで、南寒期になったり、あの雨季になったりするたびにこう移動したりというところがあるんですが、そこはですね、あの世界でも一番ゾウが生息しているところということで、本当にゾウの群れで、必ずね、このお母さん、あの一番 の, あのおばあちゃん、おばあちゃんゾウが一番、あのこの群れを守るということで、しっかりと守りながら赤ちゃん像を中に入れて、で、あの家族でみんなで動いていくという、いいですね、ね、すごくその守るっていうのはね、ね、すごい。さっきね、あの、やり取りをしている時に、この、花さんがね、あのツリーに、はい、あの感激して、可愛いツリーですねって言ってね、あ、ありがとうございます、はいはい、あと塩悦子さんね、はい、あの昔東京の新宿駅東口の、中村屋ビルの1階で、はい、喫茶店にザッハトルテが売って、食べたことがあるのですがって、ね、名古屋では、はい、デパートのケーキ屋さんにはなくて喫茶店で食べれるところ あるのかなって言ってますよ。あ、そうなんですね、まあ、なんかそう言っていただけると嬉しいです、ね、なんかあの、ね、美しい自然の景色の写真が見られて、とてもあの貴重ですって言って、ありがとうございますって言っていただいて、はい、ありがとうございます、ね、あのまだまだいっぱいありますからね、ご覧いただきたいと思います。はい、では、はい、あ、これが、カバさんでしょうか。
そうなんです。これね、カバがね、なかなかの水の中に潜っちゃうと見れないので、こう口を開けた時とか、なかなかシャッターチャンスがね、映した時にはあ、ずれちゃったみたいなところがあるんですけど、これはね、割とあの水が低いところだね、水位が低いところだったので、この程度でね、取れたんですけど、カバも群れで動いていて、すごく獰猛なんです。獰猛なんです。でもカバって草食じゃないんですか？なんですけれども、戦わせるとものすごい速い。で、陸とかも歩くのもすごく速くて、でもものすごいやっぱり体重もね、重さもあるので、戦わせると一番怖い。獰猛の動物というのがカバだっていうことで、アフリカ人のガイドさんが一番怖いのはこのカバだって、よく言ってます。ワニではなくてカバなんですか？カバの方が怖いって言ってますね。はい、このカバさんの近くにいる、月子さんもすごいかなと思うんですけど。はい、あ、なんか綺麗な、はい、そうなんですよ。夕日でね、私世界でね、どこが一番好きですかって言われると、このね、アフリカのね、夕日、アフリカの太陽が一番好きかもしれない。もうなんかね、やっぱり昔私過去世で前世療法をした時に、一番最後にやった時に出てきたのがアフリカ人だったんですよ。私はちょっと悪い悪者で、奴隷商人としてね、そんな奴隷商人で、ね、ちょっとね、そういった悪い記憶があるんですけど、なるほど。だから今また、たくさんの人を今度は喜びの方へ導くということで。そうなんです。それを今思ってますけど、だからね、アフリカの地に行くとすごく魂がすごい喜んでるのが分かるんですね。で、特にこのアフリカの太陽が沈むところを見るのが、もう何とも言えない、もうこの喜びというか、なのでいろんな国でこう夕日とかを見るんですけど、一番好きなのはやはりアフリカの太陽かなと。大地の太陽がたまらなく好きですね。いいですね。はい、あららら、これは。そうなんで、これね、これはね、ボツワナの、チュベの方にありますね、ホテルなんですが、普通ホテルって言っても全部ロッジなんです。ロッジタイプで、そういったところに泊まった時の、ホテルの敷地内に、イボイノシシなんです、これ。すごいですね。怖くないんですかね、これは。これが怖くないんです。これはね、私たちを見ると逆にイボイノシシが逃げるっていう感じで、実際にね、このホテルではイボイノシシがペットちゃんペットになってるんです。すごいね、なんかね、はい、あんで今度はね、綺麗な。そうなんです、はい、これはね、ボツワナもそうですし、ジンバブエとかも暑くなってすごくね、蚊が多いんですよね。でも蚊にやられちゃうので、夜になるとベッドメイキングをしてくれた時に、本当にこれいわゆる蚊帳なんですけど、雰囲気すごいいいじゃないですか。だから女性の方なんかね、すごく喜んだりとか、あとここはですね、世界各国の要人、クリントンさんもね、来たことがあったりとか、エリザベス女王様とか、そういう世界各国の要人クラスの方がこの国立公園あたりで泊まられて、でそのボートとか、それからドライブのサファリをしたりっていう、そういったところでも知られているんですよ。いいですね、なんかね、はい、蚊に刺された話はね、なんかかわいそうかなと思うんですけど。もうね、蚊に刺され、あとね、よく言われるのが、蚊に刺されるとマラリアとか、なんか黄熱病とか大丈夫ですかって言われるんですが、実際に南アフリカ共和国で黄熱病をしないと、注射をね、しないといけれないよというふうに一回出したことがあったんですね。で、私も黄熱病を打ってるんです。イエローフィーバーの予防接種を受けてるんですけど、結局どうしてそういうふうにしてるかというと、北の方からそういう病気になった人が陸路で入ってくるわけですよね。そうすると自分の国に何もないのに、そういった病人が入ってくるのを防ぐために、あなたは予防接種受けてますか、そうじゃないと入れませんよということで、別に南アフリカでそんな何か病気がね、すごく多発して問題になってるとか、もう黄熱病っていうのがね、一回数年前にありましたよね。あの時に全然関係のない、発病も何もしてないところで、もうみんな、あ、
今アフリカ行ってる、危ない危険危険って言って来なくなっちゃったって、うんうんうん、もう向こうの県議長、ガイドさんが泣いてたんですよ。なるほどね、やっぱりこうあの気をつけてるからこそそれをね、あの言うんですね。だから別にそんな危なくはないです。はい、ぜひ、ね、はい、これがライオンですかね。あ、そうです。これはね、今年見たメスライオンですね。すごい。はい、これ筋肉すごいじゃないですか。これ私、ね、テレビで見てもこんなに筋肉のあるライオン見たことない。そうなんです。走らせたらね、走るのはね、チーターとかの方が早いんですけどね。でもやっぱり獰猛なね、ぐっと力を持ってね。すごいですね。でこの近くにいたんですよね、写真撮るっていうことは。そう、あのね、このサファリの時はあのみんながね、ボー、あのジープでこう走ってって、うん、で1台がいるとこう連絡無線とかいろんなものでするので、うんうん、この周りにはライオンの周りにはたくさんのジープが一緒に来てたんですよ。で私たちは割とね、最初に見つけたグループなんです、はい、はい、実は、うん、そうすると場所取りが一番早いと、そのいいポジションから写真撮れるんです。なるほど。で私のドライバーさん早くに見つけてくれたんで、もういいポジションからこうやって撮ってくれ、あと撮ることができたんですね。はい、ね、でもね、うん、ご飯を食べた後餌を取って、まあ、満腹な状態だから私たち人間は対象にならないので大丈夫。その餌はどうするんですか。あの餌っていうのは結局もうこれは本当に野生の、なんかあのよくテレビとかの、プログラムがあるじゃないですか、あのライオンが獲物をハンティングしてって、あれで本当に野生で取ってるので、あの私たちはそのなんかあのそのままあのシマウマとかが食べられて、あのもう赤い肉が見えてるところでこう写真撮ったりとか、そんなこともあって、本当にあの誰かが餌をやるんじゃなくて、あのライオンが自らがもう普通に狩りをしてっていう。でこれね、ライオンの赤ちゃんがついてるんですよ。すごい可愛いでしょ。お母さんの部屋とついて、動物はねやっぱりゾウもそうですけど、赤ちゃんもね、やっぱりのライオンとかこうお母さんの後をちょこ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 ね、あのついてくっていうのがすごい見ていて微笑ましいです。人間みたいで、人間も可愛いですけど、動物もすごい可愛いです。はい、はい、あ、これはね一応もうフランスの方のレヌドシャトーということで、南仏の聖地の旅の方に飛んじゃいましたね。まあ、こっちからもうあのアフリカから今フランスですね。フランスにちょっと飛んじゃったんですけど、あとね、さっきのね、はい、ニュージーランドの方、あ、これ私ですけど、はい、そうね、これ、はい、これね、あの月子さんですね。これは月子さんいるのはどこですか。これはね、実はね、この主催をしてくださった、うん、あのテンプルビューティフルというあの江戸川慶心のですね、さまざまなこう療法を紹介しているお店の方がありまして、その主催をしてくださったのが、直子ちゃんという、ね、方なんですが、その方がこの UFO がよく出るフランスのですね、これ南仏の方で、ちょっと名前はですね、ビガランシュというとっても珍しい、でフランス人もビガランシュ知らないっていうようなところなんですよ。実はね、ここに行くと UFO が見れると、 UFO が出るという山だったんです。であのちょうどあの数年前にマヤの暦があの終わって世界がこう滅亡するというお話ありましたよね。でその時に世界各国からみんなここに来て、そのなんか世界が終わるのをっていうことで、このスピリチュアル系の方がみんなが集まったというところだったみたいなんです。で実際にはね、残念ながら私たちはこの時には UFO は見れなかったんですけれども、はい、ね、いや、あ、じゃあ、あのサナさん、あのね、素敵な写真がいっぱいですね。うん、夢は世界を巡ることです。ああ、はい、嬉しいですね。月子、はい、月子さん、あんこさん、出かけます。もうお仕事かな、デートかな。はい、この後録画で拝見しますね。ありがとうございますということで、ね、はい、またサナさんね、見てくださいね。ね、本当にね、なんか素晴らしいですよね。まあ、次々とこう進んでいっていいでしょうか。はい、そうですね。あとね、ちょっとご紹介したいのが何かね、はい、あの買いたいものとかニュージーランドで。そうですね。はい。じゃあちょっといい、ね、ちょっと待ってくださいね。うん、では、月子さんに戻します。はい、月子さんですね。はい、はい、でニュージーランドとかに行って、あの結構ね、このあの番組はヒーラーさんなんかがご覧になっているということで、おすすめのものがね、こんな貝パウアガイなんですけれども、
はい、これに中にろうそくというかキャンドルなんかを入れて使ったりとか、あと青磁の、ね、葉っぱを入れて炊いたりしていただいたりするのにもおすすめのもの、はい、こんなものをファーガイがあったりとか、はい、あとねニュージーランド全然スピリチュアルとお金関係ないんですが、おすすめのものがこんなものがあるんですよ。マルカハニー、ご存知ですよね、うん、はい、これはね MG265 というこの数値が高くなると効能が高くなるということで、これからのインフルエンザが流行ったりとか風邪をね引きやすい季節になるんです。ニュージーランドの人はみんなちょっと喉がイガイガしたなとか、そういう時にはもうティースプーン1杯ぐらいで、うん、これそのまま舐めたりして、うん、でいつもこれを常用してるっていう方なんか、あとこれからできるプロポリス製品とかがすごくいろいろとあるので、プロポリスを入れた私もですね、先輩に教えていただいて愛用している歯磨き粉、プロポリス入りの歯磨き粉なんです、うん、はい、でこれがですねやっぱり向こうでもすごく人気があって、お土産屋さんなんかでもね売ってるんですけども、こういうおすすめのもの、あとニュージーランド今の時期バターとかケーキ作りでね皆さん使ったりとかすると思うんですけど、ちょっと今もね使っちゃってないんですが、缶に入ったバターがあるんですよ。これすごくおすすめで濃厚で、ね、こういう缶に入っているのでスーツケースの中に入れると持って帰ってこれるんですよ。で一時期日本でバター不足の年があったじゃないですか、はいはい、うん、で時はですねお客様がみんなもうバターを買い占めちゃって、中国人の爆買いみたいなそんな感じで、もうバターは店頭からなくなっちゃったという、そんなこともあって、今はねそんなこともなく、いろいろとね数増やしてということに置いてあるんですけど、そんなものもねおすすめだったり、ね、まあ、あと、まあ、月子さんもまた今度ニュージーランド行かれますよね。あ、そうですね、はい、またもしなんか欲しい方がね、そうですね、なんかね、ニュージーランド行ってね月子さんね何か買ってきてって言えばね、ひょっとしたらね、いいもの買ってきてくれるかもわからないし、また、月子さん の, ブログの方でも、まあ、そういったね、お土産品とかをねまたちょっとご紹介してもらったりとかしたらいいかなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、ね、今日本当にいろいろとこう旅をさせてもらったんですけれども、はい、そろそろ10時に近くなってきたんですが、そうですね、はい、今後ねまたね、1ヶ月に1回ぐらいねこう月子さんにいろいろこうご紹介していってほしいなと思うんですけど、はい、ね、さっき高岡さんがおっしゃってた、まあ次回は片岡さんですね、セドナー、はい、ね、セドナーもちょっとね、ご紹介していただいたり、はい、あとまた、来年は何月にニュージーランド行かれるんですか？ですね、1月も年明け早々にですね行かれるんですね、はい、じゃあひょっとしたら、はい、その、年明け、早々に、ニュージーランド行かれて、その後、まあ、帰ってからの放送ぐらいになるかな。あ、そうですね、多分そのぐらいになると思います、ね、はい、今ニュージーランドはどんな季節ですか？ちょうどねこれからいいシーズンを迎えるという夏を迎えるんですね、季節が逆なので、12月、1月、2月と真夏を迎えるという感じなので、すごくお天気もね太陽が出て暑くなってくる季節なので、何度ぐらいまで暑くなるんですか？場所によってなんですけど、やっぱり30度を超えたりと、ただ朝晩との温度差っていうのがあるので、日中は暑くても日陰に入ったら割と涼しかったりと、過ごしやすかったりという感じですね。でちょっと今日そうですね、これからね年末年始、いろんな各地へご旅行される方であったりとか、ね、今後ちょっと、どっか行ってみたいなとか、いろいろこう皆さんね、刺激をされるかなと思うんですけれども、これから、まず年末年始にどこか行かれる方にとって、そうですね、私一番下手くそのこう荷造りなんですけど、そうですね、ずっとね荷造りでね、一つねをちょっと思い出したのがね、はい、これから年末年始いろんなところに行かれるときに、遠く
2泊3日ぐらいだったら、ね、また別なんですけど、はいはい、結構な日数を兼ねて行く場合、はい、で直行便だったらいいんですけど、直行便じゃないとき、乗り継ぎがあるときは、ぜひ万が一に備えて、必要なものというか最低限のものは手荷物にした方がいいかなと思います。はい、必要最低、じゃあ、手荷物の時もやっぱりほら、重くなると、乗り継ぎも大変だと思う。ただ万が一に備えて絶対にお薬とか、はい、絶対これないと困るよっていうものは必ず手荷物にした方がいいなと思います。というのはね、私今日着てるこのセーターなんですけど、ニュージーランドで買ったんですよ、はい、で買わざるを得なかったと。なぜかというと、スーツケースがね届かなかったんですよ。それで、私一応ね、いつも飛行機の中にはダウンを持っていってるね、夏であっても寒いので飛行機の中は、でダウンを持って行ってたので、よかったんですが、まあ冬ですから、はい、日本を出た時は春でも、向こうは冬と、寒くてシャツ1枚とダウンではとても過ごせないということで、もう手袋もね、一応持っているんです。いつもね、私手荷物に、カイロと、それから手袋と上着、首に巻くもの、これはね、入れてあります。手袋もいるんですね。手袋とかもどんな状態になるかわからないので、いつもね、夏でも私いつも入れてるんですけど、それ以外のね、必要なものとか、入れとくといいなと思うんですが、でその時はね、毎日洗濯しながら、スーツケースが届かないので、買いに行くような時間もなくて、毎晩洗濯して暖房でね、すごく乾燥してるので乾くのはすぐ乾いちゃうんですよ。でも寒かったのでね、もうしょうがなくこう買ったんですけど、やっぱりね、あとね、保険はね、入っといた方がいいかもしれないです。保険。保険もね、大体死亡保険とか、なんか、怪我とか、あんまりならないようなものはちゃんと入ってるんですよね。でもこういう携行品持っていって、ものが届かなかったとか、そういった時にこれカバーしときますよっていうと、例えば向こうで何かこうセーター買ったりとか、何かした時にそういったものも降りる保険もあったりするんですよ。で私はこれ入ってなかったので、すごいニュージーランドで物価高いんです。安いものないですよ。でこんなセーターなんて家に帰ったら何枚もあるのに、もうなんでこんな1万以上出して買わなきゃいけないのと思って買って、でもそれは降りなかったですから、保険では。その保険っていうのは、ちょっと聞きたい、よくカードに保険ついてるじゃないですか。あれはどうなんですかね、そのカード会社に違う。そう、調べた方がいいんですよ。で保険でこのカード会社の方でも含まれているものも実際にあったりするので、実際に今何もなければね、普通はまず調べないと思うんですけど、ある程度これは入ってる、これは入ってないとかで確認するのも一ついいかもしれないですね。これから年末年始でお旅行行かれる時に、もしかしたら何かがあった時、これに入ってるとこれは OK とか、あとよくあるのが海外旅行の保険を空港で入るっていう方なんかいらっしゃるんですが、そうするとね、その保険っていうのは空港からしか出ないんです。でも例えばね、お家を出てからスーツケースが壊れちゃったよと、その空港に行く間に、そんな時ももしその前に入ってたら、実際にその保険は適用されるということがあるんですよ。 なので、もしね、これから保険どこに入ろうかな、いつ入ろうかなとか、どんなものが必要かなとかって思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、それも一つね、ちょっと旅の情報ということで。そうですね、私もエジプトに行くときに、保険に入ろうかなと思ったんですけど、結構ね、保険が高かったんですよ。あ、そっかそっか。そう、国内の保険は結構安いんですけど、結構海外の保険は結構高くて、で、一応カードには、150万円ぐらいまでだったら治療費が出るようなものがついてたから、それでいいかなと思って、そこでこう断念したんですけれども。そうですね、そのケースバイケースで本当に全く
何も関係のない人っていうのは保険はずっと入ったことなくて今までも何も起きてないから入らないっていう人もやっぱりいたりするので、それは人それぞれで強運の持ち主だったらね、それでもいいかもしれないですが、私以前旅行で沖縄に行った時に、まあ怪我でくも膜下出血になったんですよ。で、その時はやっぱりこう、旅行保険が入ってなかったから、結局、そこでは、補えなくて。そうなんですね。何があるかわからないといえばね、そういうことなので。ね。で、海外これからやっぱりね、安全といっても、やっぱり日本以上にこうね、結構、ハード、まあさっきのね、ライオンさんがいたりとか、するしね、なんで、まあ本当に保険も大事ですね。ね、うん、まあ、あと、その結構物価もちょっとチェックしといた方がいいかもからないですね。そうね、そういうこととかね、ね、チェックしてもらったりとか。そう、お洋服もね、一応いろいろ持っていくんだけど、本当にね、ピントが外れてて、持っていっても全然着ない服をまた持って帰ってくるとかね。あれも無駄、ね、かな。一応今は天気予報とかで見れるインターネットでその場所の、うん、天気予報とか温度とか見れるようになっているので、うん、まあ、あれもそのサイトによって全然温度が違ったりするので、あれ一応目安にしてもらって、であとはやっぱり温度差ってその行った週によって急に高くなったり急に下がったりとかね、うん、することがあるので、温度調整ができるような一緒の種類じゃなくて半袖とシャツと、あとなんかちょっと暖かいカーディガンとか、まあ、セーター類とか、まあ、フリースとかね、そんな感じと、あとカッパ類とか持ってくると結構いいかもしれないですね。カッパ、カッパね、上下分かれたタイプだと、結構ね、カッパって暑くなったり蒸れちゃったりすることもありますけど、防寒にもなるので、雨が降った時も OK だしっていう、うん、なるほど。そんなことで傘も一応持っておいた方がいいんですかね、うん、傘とか、そうね、傘とかもやっぱり持っていった方が、うん、向こうでも買えないことはないかもしれないけどね、やっぱり日本のものの方が性質が良かったりとかね、するので、なるほど、うん、ね、まあまあね、うまくこう荷物をまとめて、で本当に空港で乗り継ぎとかするときなんかだと、あんまり重すぎる荷物が重いと、私はコロコロがいいかなと思うんですけど、乗り継ぎするような場合だったら、コロコロの方が引っ張っていくのに楽かなと思うんですけど。そうですね。私も仕事の時は紙類を持っているので、すごい重たいんですよ。だから、いつも、キャリーの方をね、ちっちゃな、コロコロの方をね、はい、持っていくんですけど、航空会社によっては、すごいちっちゃな飛行機に乗る時には、それは預けてくださいって言われることがたまにあるので、一応、中身ね、貴重品だけ取り出せるようにしておいてもらったら、それでもいいと思います。ね、やっぱりこう貴重品とか、まあ、必要最低限のものはいつもこう身につけれるようなところに持ってると便利っていうことですね。うん、そうですね、はい。さあ、これからね、年末年始ね、皆さんどんなところへ行かれるのかなと思うんですけれども、ね、じゃあ月子さんはこれからどうですか、年末はどこか行かれるんですか、また。年末、そうですね、これからこの後年末にかけてクリスマスのマーケットありますドイツの方に、はい、いいですね、行ってまいります、ね、まあ、ドイツもね、本当にあと、ドイツの品物っていうのはすごく丁寧にきっちりと作られてませんか、そうなんですよ、ね、それがね、やはり代表されるのがスーツケース、私も愛用させてもらってますが、リモアのスーツケース、まあ、今ね、いろんな映画とかにも出てきているので、よく、まあ、目にされると思うんですけれども、本当に丁寧に一つ一つこうきっしり作るというね、ドイツ人気質というのが。出てると思います、ね、なんかね、本当に私もあまりこうドイツのことは知らないけど、昔子供の頃からなんかドイツ製品はしっかりきっちりしてるっていうような、ね、うん、はい、イメージがすごくあるんですけど、 そうです、はい、そんなところがね、ドイツ人と日本人の気質がやっぱり似てるって言われてるんですね。それもあって私もあったかもしれないんですけど、はい、あとドイツはやっぱりこうポテトのポテトとか、そう、じゃがいもの、ね、国って思われてるんですが、確かにじゃがいも多いです。
多いんですが、ただ各家庭で毎日じゃがいもばっかりっていうとそうでもなくて、うん、若い人たちの世代では割とお野菜取ったりとか、うん、ただやっぱり、ね、年齢層が上がってくると昔の定番で料理はじゃがいも肉っていうのが定番で出てくるっていうところもあったり、うんうんね、あとパンが美味しいです。あ、パンなんですね。はい、ドイツパンで、どっしりした感じなんです。パンが美味しいですね。いいですね。なんかね、これからじゃクリスマスを本当楽しむためにこうまたね、ドイツへ行かれるってね、いいお仕事ですね。ね、まあいろいろと、でも本当に月子さんと、本当にエジプトに行かせてもらった時に本当にこう、その時はね、月子さんは添乗員とかではなくて、私たちと同じ立場だったはずなんですけれども、ほとんど月子さんに誘導されてもうパッと人数を読んだりとかね、すごかったです。早かったですね。そうですね、もう身についたものだね。そうです。もうこっちがいいですよって感じでね、皆さんをこう誘導してくださったり、はい、ね、月子さんと一緒に行くと安心ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ね、またね、皆さんも よろしければぜひね、月子さん のホームページ、私が初めの方にこうちょっとご案内してますので、また覗いてみてくださいね。はい、でまた次回月子さんに、そうですね、今度のドイツ、ニュージーランドのまたご報告と、あとそうですね、今度セドナですかね、とかね、はい、なんかこう、政治として、あと、はい、ヨーロッパの方ね、マリア様のこともいろいろ話も聞きたいなと思ってますので、はい、月子さんからこう皆さんに何か他に、おっしゃりたいことないですか？そうですね、今回ね、あんこちゃんから、あんこさんからね、ご紹介いただいて、こんな機会を設けさせていただくことになりましたが、今後も、さまざまな国に行ったりとか、また、皆さんに、とても、ためになるって言ってもあれですけれども、共有できるような、情報とか、そういったことがあれば発信していきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様も、もしね、月ちゃんにこんなこと聞いてみたいな、月ちゃんに月さんにこんなこと聞いてみたいなっていうようなことがありましたら、またね、私の方のメッセンジャーでも大丈夫ですので、またおっしゃっていただきましたらリクエスト、させていただきたいと思います。はい、最後にね、シオン・エチコさん、ドイツの主婦は、キッチンをとても清潔に保ち、鍋をピカピカに磨いて、シンクをピカピカに磨く、シンクですね、それができない人は結婚できないって聞いていますということで確かにピカピカ磨いてます。そうなんですね。やっぱり本当に物を大切にするっていうね、はい、その気持ちの表れかなと思います。はい、そうです、はい、ね、私たちもまたこのね、本当に今日2時間もうしっかり経ちましたけど、なんか一緒にこう旅をさせていただきまして、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、またこれからどうぞよろしくお願いします。はい、はい、では一旦これ録画の方は停止させていただきます。皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。